今ご紹介をいただきました弁護士の和田と申します。ちょっと読めない字ですけど清人と言います。で、まあ、ここにご紹介させていただいてますけど、まあ、確かに私は若林さんの事件を担当はしておりますが、もともとは、まあ、昼の仕事は、まあ、こういうことやらないんですけれども、まあ、今日の資料の中にも書いてありますけれども、まあ、夜は、まあ、自分の空いてる時には、まあ、こんなロスチャイルド研究家ということでいろんなところで活動させていただいております。まあ、今回のような話は私は東京で5年ぐらいとあるところで後でご紹介させていただきますけど、そこでさせていただいたりとか大分でも何回かお話させていきました。で、まあ、元々その若林さんとお知り合いになったきっかけは熊本なんですけれど、まあ、熊本で30分ぐらいこういう話をさせていただいて、で何回かはあるんですが、ただ今回は動画をね初めて組み込んでみましたので、まあ、皆さんにとっては、まあ、普通の方もいらっしゃるかもしれないですけれど、ちょっと初めてなのでうまくいくかどうか、まあ、分かりませんが頑張ってみたいと思います。と、まあ、大体こういう話をさせていただくときにはいつも1時間なんですけれど、この話を真面目にやると3時間はもう時間が余るかと思ったら喋り始めたらやっぱり、まあ、それなりに時間かかったのは確かでしたね。まあ、今日は2時間なので、まあ、それなりにまとめたいというように思います。で、まあ、もともとここに表題で書かさせていただいたコロナワクチンパスポート、まあ、そしてウクライナへということを書かさせていただいて、まあ、皆さんからするとコロナの問題とそのウクライナの戦争の問題は全く別の話なのに、何がここに並んでるんだということを思われるんだと思うんですけれど、まあ、実はこの2つのテーマが関連してるんだということが私が言いたいこと で、基本的にはこれは何が関連をしているかというと、金融で関連するんですけれど、もう一つは電波ジャックなんですね。朝から晩まで同じことをやっているということが実はこの2つに関わっているところ で、この間コロナが始まってからウクライナの戦争になるまでの間にもう一つ電波ジャックの出来事があったんですけれど、それは実は何かというとオリンピックなわけですね。でこのオリンピック自身も実はここに書いてあるそのロスチャイルドと関わっていると、私はオリンピック自身はロスチャイルドの祭典だと思ってますが、まあ、ただ、まあ、この話をするとまた別の話になってしまいますので、ただ今日の話は電波ジャックですね。まさにマインドコントロール、そのことについてお話をしたいというようには思います。と、まあ、それで、あとはまあタイトルの表題ですね、世界を牛耳る国際金融資本と、私はあまりユダヤという言葉は使わないんですけれど、もともとその親分は確かにロスチャイルドということで、まあ、そのことでロスチャイルドのことについて日本ではほとんど知られていないので、そのことについてご紹介をしたいということで、まあ、この頃ロスチャイルドのことについては日本でも何人もお話をされているんですが、まあ、実はこのニューコートプロジェクトというこの英語のこの単語で話をしているロスチャイルドの研究家は YouTuber の中にも誰もいません。実は私だけなんですね。まあ、それぐらい、まあ、私がこの中で、もともとこの中で私が一番言いたいのは、彼らは本当に単に今までずっと長い間、まあ、それなりに関わってきたわけですけれど、彼らが考えていることは本気だぞと、もう彼らは徹底的にやる気になっているぞということが、まあ、私が言いたいことですね。まあ、そういうようなことを、でその中で一番重要なのは、もともと今起きていることは今この出来事が決められているんじゃなくて、何年も前からシナリオプランニングですね、まあ、大体もう5年、10年、20年、30年も前からそういういろいろこういうのを戦略とかアジェンダとかって彼らは言うらしいんですけれど、そういうその長期的なスパンで物事を見ているということが、まあ、とても重要なんじゃないかということを、まあ、ここでお話をさせていただこうかなというようには思います。あと、まあ、私がこういう活動をするようになったきっかけは後から後でご紹介をしますが、まあ、陰謀論の大家ですね、まあ、2009年5月にお亡くなりになった太田龍さんという方の話を、まあ、もう本人死んじゃいましたけれど、亡くなってしまいましたけれども、こういう方の話を後世に、ね、まあ、正しいかどうかはこれは歴史が決めることだと思うんですけれど、まあ、それを後世に伝えていきたいなという思いで、まあ、私はやっておりますと。あともう一人ですね、まあ、皆さんこの中にはご存知の方もいらっしゃると思うんですけれど、別府の出身の竹細工でいらっしゃった鬼塚秀明さんという方ですね、まあ、これがまあ一つのこの DVD で YouTube にも上がってたりとか、あとこの中で20世紀のファーストという本ですね、まあ、これがまあ別府でこういうそのことを活動化されていた方が、まあ、太田先生と一緒にこのいろんな本を書かれているんですが、この方の考え方もまあやはり伝えていきたい
実は私は出身は新潟で、東京で長い間弁護士をしておりましたが、まあ、東京を離れるときに愛媛を経由して大分に来たんですけれど、大分に来た理由の一つが実は鬼塚さんが別府にいらっしゃるということもあって、それでもともとどういうところなのか住んでみたいなということでお邪魔させていただきましたということですね。あとまあ皆さんたくさんいらっしゃって、先ほどまで雨だったので雨が私はちょうどいいと思うんですけど、私の話ははっきり言いまして、ユートピアの反対のディストピアですね、まあ、真っ暗くらな世の中ということで、まあ、もしかするとそれはまあそうならなきゃいいなというぐらいの真っ暗な話なんですけれど、まあ、それはまあ今後の備えですね、備えあれば憂いなしということで、まあ、参考にしていただけるんだったらお願いできればなということで、まあ、こういうことをやってきました。ただこれやりすぎるとうつ病になっちゃうんですね。私自身が実際自分で。で、うつ病になった理由は何かというと、世の中があまりにもデタラメだということが分かってしまうわけですね。まあ、それで、まあ、そうならないように、まあそうならないようにどうしたらいいかというと、最後は開き直りしかないと。最後はまあなるようにしかならない。まあ、その中の気持ちの心掛けとして、こういう話を聞いておいていただければなというようには思いました。で、まあ、今日のテーマはロッシュアイドルね。なんですが、私がもともとこの話をするきっかけになったのは、若林さんとその熊本でお会いした時が、またその熊本でお話をさせていただいた時がまだその理由だったんですけれど、その時の私のテーマは実はロックフェラーだったわけですね。でロックフェラーのこの2010年のロックフェラー財団のこのレポートをですね、このレポートをその報告をしてくださいと。これはワクチンの問題でずっとこう頑張っておられる昨日 の池田敏江さんですよね、まあ、その方 その議員さんが、まあ、熊本でやるときに30分ぐらい時間を私にくれる、本当はくれなかったんですけどね、まあ、30分ぐらい時間をくれるということでこの話をするということで、今日の話の後半部分はこのまさにこのロックフェラー2010年のレポートですね、まあ、このことについて報告をしたいというようには思いますと。もともと私のテーマはロスチャイルドなので、ロックフェラーというとその実はロックフェラーはロスチャイルドのアメリカ代理人なんですね。だそういうところでいくと私のテーマからするとワンランクちょっと下の話になるんですけれど、ただ日本との関係では実はロスチャイルドは明治の時代ですけれど、戦後もまさにロックフェラーなんですね、まあ、そういうようなこともお話ができればというようには思いますということで、まあもともと若林さんの代理人ですけれど、私は自分のことを、まあ、先ほども太田先生のところのご紹介で陰謀論の対価とお話をさせていただきましたが、私は陰謀論弁護士と自分でも思いますけれど、まあ、そういうことで、まあ、その若林さんが実際やられている活動とはそれは直接は関係ないわけですね。私が20年来ずっと勉強してきたことを、まあ、少しでも皆様にご紹介できればというように思いまして、こういう機会をいただけるということだったので、今日このお邪魔させてお話をさせていただくということになりました。まあ、一応まあタイトルのところであれですけれど、じゃあ一つじゃ説明させていただきますね。で、もともとここのところで書かさせていただいたのは、若林事件における私の立場、メディア論その他ということです。まあ、コロナ禍で一番言いたいのは、一のところに書いているタイトルですけれど、私が思っていることは、メディアは昼は神様、夜はメディアはマスゴミということで、これが、まあ、で今日は夜の話ということで、これをまあ話をさせていただきたいと思うんですが、まあ、その前に、これをちょっと。これは太田龍先生の最後のお亡くなりの直前の講演です。ちょっとだけ聞いてもらっていいですか。
山陽市、洋服を借りる、この総研の30番の、艦隊が米艦の艇で海には熟力鉄の爆発で炎上して30番の兵隊が海洋服の目的になってしまった。で、まあ、そういうのことを見たとして書いたわけですね。それから現在、2008年9月アメリカで爆発した金融恐慌の後に展開される世界情勢は、ではないかというふうに発表されたんですね。はい、ここまで。これは太田先生が2009年5月に亡くなったんですけど、その2ヶ月ぐらい前の、3ヶ月ぐらいの講演で、まあ、こういう、この講演は、私はリアルタイムじゃ聞いてないですけれど、太田さんとその、お亡くなりになる3年くらいはずっと付き合ってたんですけれど、この話は私は聞いてないということで、まあ、それぐらい、ただ、去年、どなたかがわからないですけれど、太田さんの生前講演録を、まあ、こういう1時間の長さでいくと300本ぐらい、まあ、ずっと、まあ、2つには完全版とその追加版で2つに分けてですけれど、まあ、それは載せてくださっていて、私はまあ毎朝太田先生 その講演を聞いてるんですけれど、まあ、それを聞くとやはり今起きていることがまさに10年前ですけれど、まあ、20年前の話ですけど、今まさにそれが現実になってるなと、まあ、そんなふうに思うわけですね。でも、もともとこの時の話はリーマンショックの時の話で、まあ、ちょうどこの時にレッドクリフという三国志の石壁の戦いをやっていたので、それで年間の刑ということになっているんですけれど、それで世界の約束と言ってるんですが、私が言いたいのは、実はこのリーマンショックの2008年の9月のイベントはこれで終わりじゃないということが私が言いたいことなんですね。でこれが次に必ず、もう1回は必ず来ると。でその次に来るものは、まあ、残念ながらそのリーマンショックの少なくとも倍以上のものが来るだろうということで、それでまあこれをお話をさせていただいたということで、リーマンショックからもうすでに14年経ってますけれど、まあ、これから、まあ、私がこういう研究をしていると思うのは、彼らの計画は5年、10年、20年、30年なので、10年が大体私たちの10年が1年ぐらいの感じですよね。まあ、それでもどん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 私たちは投資を取るわけですが、まあ、彼らはそのぐらいのスパンでものを考えているんじゃないかと。ちなみに毎日新聞の今日のネットで送られてきた原稿によると、森永さんという方がウクライナ侵攻令和恐慌の恐れという記事を書かれているんですけれど、それなんかもこことまさに同じようなことを言えるんじゃないかなというようには思いますと。あとはウクライナ、でそのキーワードですね、リーマンショックのそれが同じだというキーワードは、コロナによる再現のない、コロナのためのこれから後が示しますけれども、コロナによる再現のない財政支出金融緩和ですね。でこれについて、ちょうど今朝、FRB が金利を 0.25% 上げましたと。これ QT って言うんですけどね。金融の引き締めですね。これが今後、やはり大きな影響を与えていくんじゃないかと。そこにデリバティブと金融の博打が関わってくると。そこにウクライナの戦争が関わってくるのがとても重要なんじゃないかなと思うわけですね。ちなみに皆さんが見ているテレビでは、もうロシア制裁で大変だというような、ロシアのルーブルが崩壊するんじゃないかと、そういうテレビ報道になってますが、実はロシアは多分崩壊しないですね、潰れないですね。まあ、これはまた後から ご説明しますけど、ロシアは資源国なので、金融がおかしくなってもそれはまた金融の手当ができているので、ロシアは潰れないんですよ。問題は資源がない、まあ、実は日本のような国が実は危ないわけですね。もともと資源が止まってしまうと輸入とか輸出とかそういう貿易がストップになってしまうので、そこが本当は実は一番の問題なんですが、まあ、残念ながらメディアの報道はほとんどそういうことは言われてないんじゃないかなと思いますと。まあ、それで太田先生が2004年に書かれた本で、そのウクライナということでご紹介したい本がこちらで、そこのこと書かれてるあれですけれど、まあひどいタイトルですけれど、第三次世界大戦、最強アメリカ VS 不死鳥ロシアってね、まあ、第三次世界大戦というとさすがにオーバーだと私は思いますし、逆に言えばなんでウクライナの中で NATO が、 NATO アメリカが手を引いたのかというのは実はこれと同じなんですけど、今の段階で NATO アメリカがウクライナの側に立ってしまうと本当にこれになっちゃうわけですね。
第三次世界大戦になっちゃうわけですね。そうならないようにするために彼らはそのウクライナを応援しないわけですが、ただまあ総括すると最初からそれは火をつけるなよと、もともとその、ウクライナの大統領は NATO とアメリカの支援があるからプーチンと頑張っても戦えると思ったわけですが、実際にプーチンに攻められてみると、その彼らは NATO もアメリカもその応援してくれないというところが一番の問題なわけですけれど、まあ、はしごを外されちゃった状態になっているということで、まあ、それがまあもともとの重要な問題なんですが、まあ、実はその後でもご説明しましたが、日本も全く同じような境遇、ポジションに地政学的にあるということがとても重要なんじゃないかなというようには思います。ちなみにこの第三次世界大戦のこの太田先生、太田先生がジョン・コールマンさんという英語の文章を日本語にしたんですけれど、その本の冒頭には、本書はアメリカ対ロシア、最強を自負する帝国を押した旧帝国ロシアの最終決戦に関する予測である、この全貌は既存のメディアで取り沙汰されることはない、ただ私は自分の生命にかけても断言しよう、ロシアは滅びた帝国ではない。優位が独尊の振る舞いを繰り広げるアメリカに対して、隙あらばいつでも核攻撃を仕掛ける体制は整えている。もちろん私の予測が外れることに越したことはない。むしろそれこそが本書を書く私の理由であるということで、まあ、基本的には私の話はディストピアですけれど、ただそれはまあ備えあれば憂いなしということで、私も自分でこの予測が外れることを望んでますが、ただまあそれなりに厳しい状況にはなっているということが言えるんじゃないかなと思います。で、これがまあ今日の話の中 の、まあ、その通じるテーマですが、まあ、その中でまあ若林さん の、 その裁判との関係を含めて私が言いたいことは、まあ、メディアは昼は神様ということですね。まあ、メディアはそれはまあやはり何かをするときにはメディアの力を足りないと勝てないと、なかなか物事はうまい方に進まないということです。まあ、メディアはここに書いてあるのは、メディアは3点、立法、行政、司法を超える実質第一の権力と、まあ、背景には経済界があるからなんですが、まあ、それがそれぐらいメディアに大きな力を持っていると。まあ、私はとあるところでその N 国の立花さんとお会いしたことがあるんですけれど、彼は元 NHK の出身者なのでメディアのことをとてもよく知ってますけれど、彼も同じこと言ってますよね。メディア、まあ、彼のやってる政治活動は私は支持しませんが、ただメディアは最大の権力を持っているということは全くその通りだと私も思いますね。で、実際私たち の、 その、まあ、昼の仕事の関係で私がよく知っていていつもお世話になっているのは、中世優生保護法の強制不妊手術の損害賠償請求訴訟で今一生懸命活動している新里浩二弁護士と仙台の弁護士ですけれど、この裁判は東京大阪高裁東京高裁で除斥期間の20年の壁を破って損害賠償を認めたという裁判なんですが、この新里先生がいつも意識しているのはメディアの動きですね。これは別に新里先生だけじゃなくて もうそれなりの地位の人たちは必ずメディアは意識をしているというぐらいメディアはとても重要だということですね。で、現状でもメディアはネットをはるかに浄化をしていてはいますが、それでもやっぱりメディアは大きな力があるということ、メディアも腐ってもたい、まあ、それはもっていうのが何で書いたかというと、権力者、その権力政党もみんなそれもやはり腐ってもたいということを言いたくてもっと書いたんですが、これは実は若林さんの裁判でも私が心がけたことは同じなんですね。もともとこの問題後から出るところと同じですけど、もともとマスクの問題とこのワクチンの問題は本当はセットなわけです。もともとセットなんですが、ただワクチンの問題は正面からその記者会見の時に話をするとメディアの人が来てくれても報道しないことがあるんですね。だからメディアの人にやはり報道してもらうためにはそれなり の、 その手当が必要だということですね。それで私は若林さんに記者レクをするときに、で、私は記者レクのときに何をしたかったかというと、実はこれを大分の地方の問題だけじゃなくて遠くに届けたかったんですね。実際ワイドショーに乗ったわけですけど、そのときにやはりワクチンが入っているとその乗らないんですね。それで私はワクチンとそのマスクを切り離してマスクだけにしてくれと、でそれでもう乗らない可能性があったので、もともと記者会見の場にこれは細川先生のところのお医者さんのところについている元 NHK のカメラマンの岡田さんという方にやっぱり撮ってもらったんですけど、それはメディアに乗らないため の、 その
まあ、あの横と伏線として尾形さんに取ってもらって、それはまたそれでニコ動に載ってるんですけれど、まあ、そういうことを考えながらまた記者会見をしたと、まあ、何も考えないで記者会見をするとやっぱりなかなか載らないんですね。どうやったら載せられるかと。であともう一つ実は大きいのは、実は私の所長はこの市民の権利ビルというものを持っている、私は知り合いだから大分にその河野さんという方なんですが、その河野さんを頼って大分に来ているわけですが、その方の2杯に今ちょうどこの時間もうちょっと後ですかね、2階でワインバーをやってますが、まあ、ソムリエをやってるって変わった弁護士ですが、まあ、彼は2階にその記者会見の場所を持っているわけですね。でこういう弁護士も多分私たちのグループの中に誰もいないですよね。今この段階で記者会見をしようと思うと必ずマスクをつけろと言われるわけですね。でマスクをつけないで記者会見ができる場所があったということが、まさにこの若林さんの事件でもそれなりにその自分が思っていたことができたかなという、まあ、それぐらいメディアは大きな力があるから意識をしながら何かをするということが重要だということですね。ところがこれが昼の話で、夜はメディアは本当のことは言わないわけですね。メディアには信者はつつはなくて本当のことは載らない、まあ、極端な話はアベコブの世界と、まあ、そう言ってもいいんじゃないかと私は思いますけど、まあ、それぐらい、まあ、残念ながらメディアというのはその本当の姿はプロパガンダですよね、まあ、残念ながら日本が置かれている政治経済状況の中で、まあ、優先的な報道を載せるということが、まあ、実際のメディアの立場ですね。で熱しやすくて冷めやすくて一過性と、メディアはわーっと来るけどわーっといなくなってしまうということも、そのもともと私が長い間、もともと私たちのグループは宇都宮検事グループですけど、もうお金もないし力もないし何もないんですね。でその時に何が一番大きいかっていうとメディアですね。メディアに頼るっていう、でそこでもうずっと20年ぐらいこういうイベントばかり私やってきましたけれど、まあ、その時にこのやはりおわーってくるけどすぐいなくなっちゃうというメディアの姿を自分で経験することがありました。まあ、その実際にそのメディアが本当のことを言わないということの一番最初にその関わった、まあ、象徴的な事件が年次改革要望書というね、もともとのアメリカの対日令です。日本の政策がどんどん変わってしまうモデルは年次改革要望書で、実際にその皆さんの記憶の中では郵政民営化、小泉内閣の時の郵政民営化ですね、15年ぐらい前で平成7年、平成17年ですから、今から17年ぐらい前ですけれど、まあ、年次改革要望書、郵政民営化、TPP 出資法、これなんかもうメディアが本当のことを言ったことは多分一回もないと思う。本当にアリバイ的に CS とかなんかで載せるときはあるんですけれど、もともとその、地上波で載せたことはほとんどないですね。まあ、アリバイ的に少しだけやるときはあるかもわからないですけど、本当に載らないですね。これが一番。でこの郵政民営化が何かというと、実は日本のお金がどん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 、それは郵貯のお金、郵貯の官報、郵貯官報のお金がどんどんその外国資本にこうどんどん国外流出していくということが、もともとの郵政民営化の一番の問題だったわけですが、多分今でも知ってる人は知ってるかもしれないですけど、未だに知らない人がたくさんいるんじゃないかなというように思いますと。このロシア領土を含めて国際金融資本が狙っている次の日本のお金は農協と年金と日銀マネーですよね。まあ、それなんですが、そんな本当のことは誰も言わないと。まあ、種子法はもうまさに GMO のその遺伝子組み換えの作物の話なんですが、それも言わないと。それがまあ現実ですね。まあ、そういう。で、実はこの、それぞれの国の中の自分の国のお金がどん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 国外流出をしているっていうのは、別に日本だけじゃなくて、ロシアも同じなわけですね。ソ連が崩壊してロシアになったときに、やっぱり同じことが起きたわけです。なんでプーチンが今回のことについて怒ってるかっていうと、それはもうロシアが散々今までひどい目にやってきたからなんですが、それが、まさに起きてたことが、実は日本もロシアも基本的には共通だ。それはもう国際金融資本のロシア領の人たちは別に国の中にとどまってないので、大体それぞれの人たちやってることは同じようなことやってるんですね。そういうようなことがまさにここで問題になっているということが言いたいですね。まあ、その現代版は若林さんの事件であり、コロナ、ワクチン、パスポート、そしてウクライナ戦争ということで、まあ、残念ながらメディアを見てて分かった気になっているけど、全然何も本当のことは分からないということが、私が言いたいことですね。本当はこういうことはダブルスタンダード、昼は神様、夜はその馬鹿にしたようなマスゴミって、ダブルスタンダード、ジキルドハイトみたいな話で、本当はこんなことは、本当は西洋も東洋もエリートの人たちはみんな大体やってることと、言ってることとやってることが違ってることがほとんどなんですけど、まあ大体本当のことは言わないわけですね。まあ、私は正直だから言っちゃって、まあ、できれば皆さんにも少しでも役に立ってもらえればと思って本当のことを言ってるわけですけれど、まあ、それはダブルスタンダードですよね。言ってることとやってることは本当は違うわけですけど、残念ながら、現実がこうなのでやむを得ないということで、私は正直にこういうこと
ことを話すようにさせていただいているということですね。あともう一つ、日本はファーイーストという極東ですね、まあ、ずっと残念ながら日本 の、 あの立ち位置からすると残念ながら世界の潮流の、まあ、1週2週3週ぐらい遅れているのが実情ということで、まあ、これは私が東京にいた時からそう思ってたので、東京がそうである以上大分はもしかするともうちょっと後かもしれないと。ただまあこれだけ東京でやった時にこんな人が集まったことがないので、大分は割とこう先進的なこういう考え方にも共鳴してくださる方が増えているのかもしれないですけれど、まあもしかするとこうかもしれないと。ただまあ私がこの中で今日話をしたいのは、次に起きることは何かというとこれですね、ダボス会議のダボス会議のグレートリセットというね、それがだから元々の次のあの元々の大きなグレートリセット、リセットっていうぐらいだから、そのままリセットはやっぱりそれはみんな一からご朝になる、ご朝になりましてっていうことなんじゃないかと。これがだから実際こういうダボス会議 の、 そのトップのクラウス・シュワブという人が本を書いてるんですけれど、まさにこれが次のダボス会議は、コロナの最中の前から去年からもこのことが話題になってたんですけれど、まあ、あのコロナなのでずっとダボス会議開いてないんですね。オンラインでやってるかどうかわかんないですけど、ずっとダボス会議開いてない、開いてないんですけど、これから動き出した時にテーマになるのがまさにこのグレートリセットっていうことですね。でこれが、まあ、ただまあ私は西洋を、まあ、その割と中心にロシアルとは西洋なので西洋を中心にいろいろ検討してるんですけれど、まあ、もともと今麻生さんと連れていただいたのはカタカムナというね、古神道ですね、古い言葉、まあ、その時にその大分ではその昔の古事記の前の文章として上進みというのがあるというふうにお聞きして、でそれでうんということで、まあ、ちらっとパラパラっていうふうに見てたんですけれど、その中にその西洋律姫っていうのが出てきて、でこれは西洋律姫の話自身は私はそんなには詳しいわけじゃないですけど、ネットで見つけたのと、あと東京でもともとこういう変わったことをやっている、まあ、ちょっとした小さな勉強会があったんですけど、そこで話をしていた実は単語ワードが禊だったんですね、まあ、まさにこのグレートリセットと禊、みんなこう洗い直すというね、これが、まあ、場合によっては重なってくると、まあ、隠れた真実はこれからは西洋も東洋もきっと同じになるということが私としてあるんじゃないか。で今日のウクライナが明日の日本、これが本日のテーマということです。ちなみにあの、大国がもともとそのけしかけて、その戦実際に戦争になってそのけしかけた大国がもともと手をはしごを外したというのがまさにウクライナ戦争なんですけれど、この同じようなシナリオが実はこのショーダウンというね、10年ぐらい前のそのもともとの産経出版から出た 本なんですけど、まあ、その中でもこれは 米中関係なんですけど、アメリカ と、 その中国でまさにその日本がそのアメリカの支援も受けて中国とその対抗していく中で、実際中国と戦争になったら、アメリカはその日本をその支援しないで引いてしまった、はしごを外しちゃったっていう話らしいんですね。でこれはまさにウクライナの今の起きていることと、その日本のこの近未来小説という形ですけれど、まあ、そういう本が出ているということはちょっとなかなかまあ、悩ましい、もしかすると日本もそういう立場に置かれる時期が来るかもしれないなという、まあ、この本自身は太田先生の生前講演録の中から私がそれ見つけたものなんですけれど、まあ、そういう本を一応ご紹介ということで、まあ、今日のウクライナがもしかすると明日の日本になるかもということが、これが本日のテーマということになります。で初めに、まあ、今起きていることはこれはもう陰謀なの でそれで私はいつも持ってますが、この今起きていることの陰謀は実はこの石泥札ですね。この石泥札の原文の中に、このピラミッドの目の中にこうみんな入っていると、これに全部私は象徴されていると思うわけですね。もともとこの中 の石泥札 そのジョージ・ワシントンの上のところにフェデラル・リザーブ・ノートということで、これはだから まさにこれは FRB という昨日今朝その 0.25% の金利を上げたところのドルを発行しているところですけれど、これはフェデラル・リザーブ・ノートという、このノートは実は借用証書なんですよね、まあ、そういうこれは日本のお札も同じですけれど、これがもともと1913年に FRB がドル札を発行するようになったんですけれど、ここにこういろいろで、実際この裏面のところにこの1ドル札に目ですよね、がそれはもともとここに載せられている、これが実は
とても大きなことで、これが今起きていることのもう象徴、予兆になるんじゃないかというようには思います。今起きていることは、それはこのシトロサスに書いてあるそのシトロサスピラミッドのところにラテン語でニューバスオールドセクルーラムという、英語にするとニューワールドオーダーなんですけれど、それがまあこのピラミッドの下のところに書かれているんですが、それが今彼らが本当に目指していて、それでそのお札を今新しいお札を変える、お札ペーパーのお札を新しい金融の仕組みに変えると、これはデジタル通貨なんですけれど、まあ、それがまさにこれが今起きていることだと私は思うわけですね。まあ、それで実際このことを象徴するのが、これがエコノミストという雑誌 その1988年30年前の雑誌で、エコノミストというのは実はこれはロスチャイルド その雑誌とも言っていいイギリスの雑誌なんですけれど、この雑誌の中で問題なのはこのフェニックスっていう鳥の下のところにお札が燃えてますよね。これがだから今起きている、そのペーパーマネーのお札を新しい仕組みに変えていくっていうことが今起きていて、それがとても重要で、これがだからコロナの問題とウクライナの戦争がセットになっているということですね。でこの雑誌自身はもう30年前の雑誌なんですけど、30年前が今ここに問題になってくるという、このぐらい そのタイムスパン感ですね、これがまあ一つの象徴かなというように思いまして、この雑誌を紹介をさせていただきます。ただこの雑誌は実は熊本でも同じものをその紹介したんですが、熊本の時にはここにつけてたんですね。この元々のこの共通のところに小さくつけてたんですが、やはりこれが大きな問題なので、これはやはり皆さんにお見せした方がいいんじゃないかということで、これでその切り離しをして、それでここにつけさせていただいた。この図は何を意味するかというと、コロナのためにどれだけそのお金を配ったのかという、そのこれは去年一昨年ぐらいの図なんですけれど、まあ、日本 その一般会計における歳出歳入の状況ということで、まあ、コロナになってそのもともと支出が増えてしまって、もともとどんどんその収入と支出の均衡がこのバランスが崩れてしまっているということなんですね。これは別に日本だけではなくて世界中の その共通の傾向で、これは何を意味するかというと、皆さんお金をもらって喜んで、よかったと思われていると思うんですが、ただまあ所詮このお札というものははっきり言って紙なわけですね。もともとこれはまあ宇野正美さんが言ってますけど、まあ、私はお金もたかがお金、さるでお金ですね。で要はお金持ちの人はお金持ちだけど本当は紙持ちってね、だからどんどん財政支出をしていって、このバランスが崩れていくとか、まあ、中央銀行の金融緩和が崩れていくと、このお札が本当に紙切れになっちゃうっていうところが、さっきのエコノミスト その雑誌とまさに心も象徴していることなんですね。でお金をもらって喜んでるけど、お金の価値がどんどん下落して価値がなくなってしまえば、まあ、それは所詮もらったものがそれどれだけ生きるのかという、まあ、それをこういうのをインフレって言うんですけどね、まあ、それがだから大きなテーマで、こういうのは大体その政治家の人が考えてくれるんじゃないかと、また自治体の人が考えてくれてるんじゃないかと多分皆さん思われてると思うんですが、私は東京でいろんな人と付き合ってきましたが、大体物事を考えてるって人は誰もいないっていうね、まあ、そうこれを言うときに忘れてましたが、ちなみにこれと同じこと、このピラミッドと目と同じものが千冊にあるっていうのは多分この中で知ってる人いると思うんですけれど、こういう千冊をこうやってかざすと野口英世の目のところに山が見えるのでそれなんですけれど、でそれそのことについて、あとまた なんでこれが重要かというと、フェデラルリザーブドートっていうところがプライベートバンクで、もともとお国の機関じゃないということが重要 で日銀のもともとのお金もジャスタスに上場しているというそこが重要なんですけれど、そのことについて財務省の官僚も知らない、これが現実なんですね。でこういうことについても政治家とか自治体 その偉い人が何とかしてくれるだろうと皆さん思ってるかもしれませんが、はっきり言って誰もやってくれませんということが私が言いたいことなんですね。で自分のことは自分で守るしかないということが、まあ、私の思っていることということです。この割れた王女の口はそれこそ税金をたくさん集めて埋めるか何とかしないといけないんですけど、そんなことはできるのかというところがこの問題で、これがコロナでそこに今度ウクライナが来ているということですね。で、まあ、私の自己紹介が最後の最後、ここからがいつもの話なんですが、まあ、なんでこんなことをやるようになったかと、単なる町弁なのにこんなことやってっちゅうね、
私も思うんですけど、まあ、単なるめぐり合わせでこんなことやってると、まあ、私がロスチャイルドに関心を持ったきっかけは日英商工ファンドという弁護団ですね。そこに平成11年に参加をしてから、まあ、それからもともとで、この時にロスチャイルドの名前は商工ファンドの社長の大島さんという人がとってもこう憧れていて、でそこでその時には全然ロスチャイルドのことなんか分かりませんでしたが、ロスチャイルドも何か調べていけば調べていくほど深みがあって、まあ、ハマっちゃったと。まあ、ちなみに弁護団の中でロスチャイルドの研究しているなんていうのは私しかいなくて、はっきり言ってみんなに馬鹿にされてます。まあ、それでも私はこれが重要だと思ったのでずっと20年続けてきましたと。まあ、その中で SFCG とか竹口とかっていう会社もまさにロスチャイルドの関連会社からそのファンド形式ですね、証券会っていうファンド形式でお金を集めてたわけですね。まあ、そういうことなんかもそれはまあこういうことをやっていく中で、まあ、その中にセキュリタイゼーションとかデリバティブっていうのもかかってくるんですけれど、まあ、そういうものが、でそれで実際この SFCG も竹口もリーマンショックの時に潰れてしまったわけですけれど、これがまさにこの金融の仕組みともまさに密接に結びついているということですね。で私が言いたいのは、現在世界中で問題となっているソブリンリスクと、まあ、お国 の、 その借金の問題ですね。これはこのリーマン2008年のリーマンショックの延長で金融危機は実は終わっていないと私が言いたいと思います。あとワクチンパスポートの問題と金融はリンクをしているということですね。でここにウクライナも金融も関わってくるということです。でニューポートプロジェクトという、そのニューポートがロシアルのことを知っているということは、これを触ると覚えちゃうんですね。でニューポートというのがロシアルのことを指しているということについて知っている人はほとんどいないと。もうそもそもロシアルは何というのが今の世の中の風潮なの で、 でロスチャイルドというのは実は、まあ、イギリスのロスチャイルドをニューポートというんですけど、そのこと自身も知らないと。でロスチャイルドの話になると必ず陰謀論と言われちゃうと。ただまあこれがとてもそんな問題じゃないということが、まあ、私のそのでそれが今だんだんそれは現実になってきていると。まあ、それで、まあ、副島さんという、ね、いろんな本を書いている人が、まあ、2012年の6月にロスチャイルドの本を書いて、ロスチャイルドは僕没落した財閥だと言われているから、私はとんでもないと思って、もう誰もやらないから、じゃあしょうがないから自分でやるしかないかと始めたのが2014年の9月から始めました。で、その2014年の動かしませんが、始めましたという時の顔が見えませんが、まあ、ロンドンニューポートプロジェクトで検索していただくと私の8年前の姿が映ってるんですが、まあ、今と比べるともうとってもほっそりしてるっていうね、まあ、東京にいる時にはもうちょっと痩せてた、まあ、地方回りをするようになって時期を増えて取ってしまいましたので見ていただければと思いますが、8年前からこんなことやってると。で、そうなってきっかけは、そのここにはない肩をすくめるアトラスという映画が選手の時にアメリカでその読まれてるその本なんですが、その映画がちょうどこの年にその現実化をして、この本がとても重要なんじゃないかと、映画が重要なんじゃないかと思って、その映画の関連をして始めました。でそこで、まあ、その聴導員大学さんという最後のピグサーさんとの関係が生まれる。まあ、皆さん知ってる人はいらっしゃるかもしれないですけど、ベンジャミン・フルグーズさんというね、もともといろんな本書かれてる方がいるんですが、その方が聴導員さんとそのお話をされていて、でその番組私も見てましたが、まあ、大体半分ぐらい本当で半分ぐらいだいたいデタラメだっていうね、まあ、それはねおかしいなって、まあ、大事なところだけ叩ければいいやと思って、私未知勝者だったんですが、まあ、こういう活動をしていく中で、まあ、聴導員さんが総裁がそれはまあベンジャミンさんが嘘が多いということで代わりはいないかということで、まあ、見染められたのが私ということで、まあ、5年前からその聴導員さんの番組に出ていて、ここに出てる100歳会っていうね、ここはこの左のところに私が映ってますけど、これは正月の時に私が聴導員さんの、今変わってますけど青山1丁目のところのその聴導員さんのところのお屋敷でその撮った写真、1月ですね、まあ、それでその時のその図ということで、まあ、ちなみに私が自分でロスチャイルドの研究家って自分で言ったわけじゃなくて、聴導員さんがロスチャイルドの研究家って名乗ったらということだったので、それで名乗らせていただきました。で、その聴導員さんがどういう方かっていうのがここですね。聴導員大学総裁っていうのはその方で。こちらの聴導員大学さんの、これは最後の自伝さんっていうね、これが元々のそこで、ここにプロフィールがここに書いてある、世界中有名な人といろんな人ともうお付き合いがあるという。で、それで、
で、張道院さんの総裁の、その、まあ、正確なプロフィールを上を見て読んでいただければと思いますけど、まあ、プロフィールはここまでで、でこの方もユニークな方でね、まあ、すごいお金持ちだと思うんですけど、まあ、その後のユニークさはちょっと、まあ、怒られるかもしれませんが、総裁してるところかもしれませんが、生まれた子供は約60人、そのうち最初のお子さんは東京の新橋の実業家ですが、その奥さんがいるのは実は大分の別府と、まあ、それより大分にも知り合いがたくさんいると。また番組の説明は、従前新橋 の、 その長男さんの会社というと、そこにはたくさんの鎧が並んでました。まあ、その後、先ほど の、 その今年の正月の表客祭から東京青山1丁目の超高級マンションの46階の最上階のテントハウス、そこでやってました。ただで、そこのところはもうもう青山1丁目の駅前のすごい高いところなので、東京が一望できました。まあ、それで富士山もそうよく見えました。まあ、それぐらいもう立派なところでしたが、まあ、最近残念ながらそこをちょっと追い出されてしまいまして、今は渋谷松濤の麻生太郎の隣の家でやってますということです。これがね、まあ、実はここの動画、ここの撮った人がここにいらっしゃるんですけど、こちらの方に撮っていただきました、今年の3月に、まあ、張道院さん、ここの別府のところにお邪魔させていただいたときに、まあ、柳川さんに撮っていただいた動画、まあ、これをまあちょっと家のところまでご紹介して、これが別府のところの邸宅のところの様子ですね。こんな風になってますということで、これ行けばその通りになってます、ね。じゃあここですみません、次に行ってください。で、ロスチャイルド家の戦略ですね。もうこれが、ちなみにロスチャイルドの紋章はこのファイブアローズですね。まあ麻生さんがわざわざご紹介で持ってきてくれましたね。昔はこんな安これ3000円ぐらいのワインなんですけど、ね、これはもうまさにバラのロスチャイルド、まさにこれがロスチャイルドのワインなんですけど、ここにこのファイブアローズってここ。もしあれだったら、コスモスに行けばこのワイン売ってますから。で、本当は、そのロスチャイルドのワインは大体1級、ラフィットとムートン。これがだから10万円ぐらいするワインが、まあ、もともとのロスチャイルドワインなんですけれど、まさか3000円のワインがこんなに簡単に手に入るかというように思うんですが、ただこれ自身が、ロスチャイルド家の戦略、ステレスからオープンへっていうね、まあ、みんながだから知らないけど、本当で目に触れるようになったということの一つの象徴じゃないかと。で初代ロスチャイルドというのは250年前の手ですけれど、まあ、これ彼がもともと言ったのは、Give me controls of nations, money, supply, and I care not who make it through、まあ、自分に国家の通貨の発行権と管理権をコントロールさせようと。そうすれば誰がその国の法律を作ろうとしたことではないと。実はだから彼がなんで中央銀行を握りたいかっていうのはまさにこの言葉に象徴されてるわけですね。でそれでまあこれでずっと一郎さんと私は持って歩いてるわけですけれど、もともとこの初代 の、 その長男 の、 その5人の息子がヨーロッパ中に派遣をされて、長男はフランクフルトの本店であるんですね。ドイツのフランクフルト の、 その財閥なわけですけど、長男をフランクフルトに残して、次男以降全部そのヨーロッパ中に派遣をした。次男はウィーン、三男はイングランド、ロンドン、四男はナポリ、パリス。でファイブアローってこのあれですね、紋章は現在でもロスチャイルド家の社の紋章となっていると。これまでの多数の戦争、革命、恐慌などの近現代の舞台の裏には必ずロスチャイルド家がいたし、今もいるということが私が言いたいところですね。でこれをずっと、これ、増山玲奈さんっていうね、もともと下の写真を私が撮ってきたんですけどね。で、もともと、ちょっと流しますね、じゃあ、後から再説で。これは、まあ、ロスチャイルドビルの動画です。日本が今見れるの。これからロスチャイルドビルディングに行ってみたいと思います。和田先生が教えてくれたものによりますと、こちらに見える中央銀行、イギリス中央銀行の目の前にあるのが、このシティ・オブ・ロンドンの、主の方のお家で、その後ろにそびえ立っているのがロスチャイルドのビルディングなんだそうです。あ、そうですね。で、もう私の写真です。左下の写真だけです。ちょっとここの雑談はちょっと間違ってます。
そこの女性はロンドンに住んでいる方で、なんか息子はロシアのバレエ団に行ってる、去年か一昨年 NHK のテレビに出たんですけど、ね、ここで喋ってることは出たらいいんですけど、マンションハウスというのがこれから説明が出ます。それはロンドンシティの正確なここです。これがこの建物です。このシティオブロンドン。このシティの街っていうのがまた特別な街なんですけど、今日は時間がないんです。このニューコートの住所にあるロスチャイルドのビルに来ています。私の後ろに見えますのが、この歴代のロスチャイルドのこのオーナーたちの顔がある。下のあれです、私の写真同じです。さっき近づいて撮影しようと思ったらおじさんに怒られちゃったんです。セキュリティのおじさんに怒られちゃったんですけれども、この中央銀行の本当に歩いて3分ぐらいのところに、こういった、ラフラリーとロスチャイルドのファミリーがどういった活動をしてきたかっていうことが記録されたライブラリーとこの建物があります。ちなみにこの建物の名前彫られているのが、じゃーん、どこですか、ニューポートです。ニューポート計画ってこういうことだったんですね。ごめんなさい、もう一回言ってもらってたんですけど、はい、まあ、でもともと、まあ、実はこのロシアルビルがロンドン時点にこうそびえ立っているってことが重要じゃないんです。これはもう今はこれで当たり前なんですけど、私が2008年にそのシティでロシアルビルを探したときに、こんなビルじゃなかったっていう、先ほどのページの前のページでお話をさせていただいた。実はです、本当に目立たなくて、これを探すのにどれだけ苦労したかと。僕が建てた小さなビルでね、でその元々本当の金持ちは目立たないわけですね。成金さんはピカ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 しているけど、本当の金持ちは目立たないんです。実際本当にそれを象徴するようなあれでしたけれど、それはまさに彼らが本気だということが私が言いたいわけですね。まあ、単にこの巨大なビルを出したということはもう今から後から説明しますが、それはもう誰からも攻撃されてももうどんなことがあっても自分たちの計画は崩れないというところまで来ているということが、これ10年、ロシチャイルドのビルが大きくなったのは10年前ですけどね、まあ、それでもそれぐらいまで来て、彼らは今起こそうとしていることは本気だということが、しゃなまかんかのことじゃないという、まあ、だからまあ私はしゃべりたいとこうやって言ってるわけですけれど、まあ、ちなみにこの時に撮ってきたイングランド銀行の写真がこれでね、これちょっと小さくて分かりづらくて申し訳ないけれど、ヘビなんです。でこれはちなみにこちら側のヘビは WHO のヘビですね。このヘビは両方共通してます。で政治と経済を牛耳る、イングランド銀行のこの政治とウロポロシェっていうらしいんですけど、このヘビ、もともと西洋の中でヘビは特別な生き物なわけです。聖書の中のアダムとイブをそそのかしたのは蛇ですからね。だからそれが特別です。この2本の蛇がイングランド銀行の扉で、その1本は入れない WHO。この両者はリンクしてるんですよね。これがまあ、まあ、それもまた一つの象徴、日本人がほとんど知られてないですけれど、まあ、ご紹介したいことということになります。で、これで。で世界革命行動計画っていうのがもっと後から書いてあるんですけど、その後アメリカ独立戦争、フランス革命までが初代ロスチャイルドが関わったイベント、でその後でそこで彼らがやってることは掃討作戦、後からも紹介しますけど、 A チーム B チームって分けて、その A チーム B チームの奥の方で A チーム B チームをコントロールさせて争わせるっていうのが彼らのやり方なんですね。まあそういう金融をやってる人で先物とかやってる方がいれば売り都会を立てる両立て、まさにそれが彼らにやってることで、掃討作戦、ディバイト・アンド・ルールで分断と通して、この A チームと B チームがどういうふうになってるかっていうのが、まあ、次のナポレオン戦争ですけど、ナポレオン戦争の時に彼らが何をやったかっていうのは、ナポレオン、フランスのナポレオンとイギリスのウェリントン、両方だからバックアップするわけですね。両方バックアップするためには、イギリスにロシチャイルド系を置いて、フランス側にはまたフランスにはロシチャイルドを置くという。A チーム、B チームというのが彼らのやってることで、こんなことずっとやってるわけですね。
まあ、これでナポレオン戦争の後にイングランド銀行を獲得することによって、まあ、それがウィーン会議で決まったと、まあ、ナポレオン戦争 の, その前 の, ワーテルローの戦いの時に本当はナポレオンが負けてるのに勝った勝ったと言ってイギリスのポンドを暴落させて、それで翌日に本当はフランスが負けてたのでそのポンドを買い占めたものを暴騰して大金持ちになったという有名な話ですけれど、その時に彼らは1815年にイングランド銀行を取っちゃったということですね。その後にウィーン会議ということです。でこのウィーン会議の時に実はもともとヨーロッパ の, その交通はみんな疲れていたので、まあ、それでもともとロシチャールの言うことをそのヨーロッパ中の皇帝が従ってたんですけれど、この時に唯一従わなかった皇帝がロシアなんですね。ロシア皇帝とそのロシチャールとはもうずっとこの時から暗闘100年、その100年の暗闘の結果がここにもありますが、ロシア革命ですね。100年後彼らもうずっと執念深い中で、ロシア革命でロシア革命になる前にロシアの幕府の油田はロシア皇帝とロシア領土でその共同開発したりとかするんですけれど、ただ彼らはもうロシアの革命、ロシアの皇帝は最後をやっつけたいと思っていて結果そうなったと。まあ、そのロシアの革命をやるときに何をしたかっていうと、まずはレーニン、トロツキーですけど、その前のマルクスですよね。そのマルクスをもともとその支援したというか、その、パトロンになったのもまさにロシチャールドということで、まあ、大体皆さんの頭では資本主義と共産主義は対立していると思ってますが、ここにありますように相当作戦でディバートなので、資本主義も共産主義も同じそのスポンサーは同じなわけですね。これがだから、まあ、結果で言いたいことで、その結果がロシア革命で、まあ、それこそロシア人からするとロシア皇帝は首が切られるわ、まあ、それはその前の過程ポグロムというのが重要なんですけれど、まあ、ロシア人とそのユダヤ人との暗闘ですよね。これもずっともう150年ぐらい続けていると、まあ、その中の延長がまさにこのウクライナの戦争の話になってくるわけですね。それがまあもともとそういう共産主義でさえそのもともとのスポンサーはロシアだということがほとんど知られてないけど、これが重要だ、まあ、日本で言えば自民党も共産党もそれは最終的なその資金のバブルは一緒だという極端な話はそうなっちゃう、まあ、それがまあ言ってみればタブセっていう話になってくるんですけど、時間もないしあまり過ぎるといけないのでほとほとにしておきますが、まあ、それと先ほどの石戸の作戦の話がこの FRB ですね。 FRB の設立とここそれでお金ができたことによって第一次世界大戦、第二次世界大戦という流れになってくるわけですね。まあ、その他シオニスト、バルフォア、イスラエルの建国にもロシアルが関わっているということです。ただちなみに私が今日言いたいのはこの八王朝のところですね。戦争、革命、恐慌はもともと最初からもうシナリオプランニング10年も前、何十年も前から決まっているそのシナリオプランニングの結果でしかないので、八王朝ってことは、まあ、実際これは後でご紹介しますが、鬼塚さんがそう言ってるわけですが、それがまあ私が言いたいことということになります。でロシアルドと日本との関係っていうのもいろいろあるわけですね。でももともとそのペリーが来たって言ったら、その前のダベリーから言いたいけどもうただただ時間がないのでやめますが、ペリーからペリーの時 の, そのオーガスト・ベルモントっていう人がそのロシアルドのアメリカ代理人だったんです。あとはまあその坂本龍馬とか伊藤博文とか五代友厚とかいろいろテレビドラマ、大河ドラマとかいろんなドラマになってるっていう人も面白いに、そのまあグラバーっていう人を介してロシアルと関わっていたということ、それで関わっていたその日本 の, その部下の人たちがみんな、その関係者がみんなそれぞれ三菱、三井、住友 の, その財閥になっていってるということ。でちなみにこの時に上にかかっているのはロンドンロシアルドですけれど、フランス側にはパリのロシアルドがバンクについていたということです。これもだからディバイド&A チーム、B チーム、奥の院がつながっているということです。まあ、ちなみにもともと戊辰戦争でその日本で使った武器は実はグラバーがもともと南北戦争のお魚で使った武器がそのまま返ってきた、まあ、世界史と日本史との連携ということがここでも一つ。ちなみに私は新潟 の, その長岡というところの隣町の小千谷というところが、まあ、そこの出身なんですけど、まあ、この戊辰戦争の時には小千谷談判という河合杉之助 と,、まあ政府軍と の, その会談があったところですけどね、まあ、それなんかでも結局これもそのガトリング法というか武器商人の話になってくるわけですね。グラーバーも武器商人だし、ガトリング法のスネリ兄弟も武器商人、
大体こう武家商人がその司馬太郎が取り上げて、もともとその有名にしたという関係になっていると、まあ、そういうところの裏にもそのロシア人が暗躍していた。ちなみにこの峠ってやっぱりだけど私も行くとこでその偉人の人を大体けなさなきゃいけないっていう悲しい運命だって、土佐に行くと坂本龍馬をけなさなきゃいけないけど大体怒られる、ここだとザビエルをけなさなきゃいけないけどまた怒られると、まあそう、まあ、ここで行くと、まあ、まさに峠っていう映画が、役所工事を教えて河合純之助でもうずっと2年前から出てて、いつでも上映できる状態になってるんですけど、まあ、コロナで上映できてなくて、まあ、もしかすると今年上映されるかもしれない、松竹なんですけどね。まあ、田舎の地方のその偉人を、まあ、ボロクソに言ってるから、これでいくと本当はここでボロクソに言わないといけないんですが、やっぱり取り上げられると嬉しいという悲しい人間の感情という面は、まあ、ないわけじゃないです、まあ。ここは峠っていうことです。でこの時のその長州ファイブっていうのが重要なんですけど、もともと伊藤博文とかのそういう人たちの、それは、まあ、幕末の留学生は戦後のフルブライト留学生に継がれて現在に至ると。この世界共通というのは、そのアメリカとイギリスの関係でローズ奨学金というのがあるんですけど、ローズ奨学金、これはだからクリントンなんかがそういう奨学生だったと聞いてますが、こういう関係ですね。これはだからこの日本版がまさにこの自分の中にありますよということですね。あとはまあ次の明治以降ということで、まあ、銀行を作りました。で銀行を作ると大体この話になってきて、で日銀もだからロシア人と関わってますよと。まあそのもともとその去年の青天を衝けは渋沢栄一でしたけど、まあ、それでいろんな銀行のことが書いてありましたし、まあ、その時に作った銀行はその日銀ですね。で日銀がこれと同じように日本の2つということになって、松方正義がフランスのロシチャイルド の, その指導、まあ、間にレオン星というフランスの蔵書が入ってるんですけれど、まあ、それが作って日銀を作りましたと。中央銀行を作ると、中央銀行は政府じゃなくて民間銀行なので、政府がお金を借りる関係になって、借りれば借りるほど儲かるということがもともとの中央銀行ネットワークの彼らのもともとの根源なんですね。まあ、それで、まあ、この日銀は設立当初はここ FRB と同じように 100% 民間、ただ17年に半官半民と、でそれで 55% 政府紙幣というふうになって今に至っていると。でそれでもともとアフリカの FRB の違いこの官官半民というところ でそれでイングランド銀行国有化1946年、もともとイングランド銀行1694年プライベートバンクで設立されたんですけれど、そこが一番の根源なわけですけれど、まあ、それが今1946年に国有化されたけど変わらないと、実態は変わらないという報告がもともとイギリスの人たちのレポート、具体的な本これですね、タックスヘイブンのこの本の中に書いてあるということです。でちなみに日銀がジャスタックに上場してるってことについてもほとんどの人が知らないと。でちなみに私が長道院さんの総裁とお付き合いできてるのはまさにこの日銀がジャスタックに上場していることってプライベートだっていうことを言ってるからなんですね。ちなみにこれを言うと大学の先生に怒られます。もう私の知り合いの大学の先生にこれを言ったら、お前ちゃんともっともっとこの日銀の本を読めって言って散々怒られましたけど、まあ、それぐらいもともと彼らにとって その一番の根源的な重要なその問題なわけですね。でそのことについて財務省の官僚も本当は知らない。だから財務省の官僚にもともとのこういう今起きていることの処方箋を頼ってもはっきりと役に立たないということが私が言いたいことですね。あとはもう日露戦争の時の米国史、この本を置いてきちゃいましたけど、これがだからまさに日露戦争の時に日本をけちかけられちゃったわけですね。まあ、高橋惟幸がもともとジェイコブ・シフに行く前にイギリスのロシチャイルドの本人のところに行くわけですが、ただもともとその、ロシチャイルド、イギリスのロシチャイルドは当時ロシア皇帝と幕府の油田でその共同開発してるんで、自分じゃお金は出せないと。その代わりそのシェフのシェフのところに行けと言われて、それでお金借りてくるわけですね。これもまさにロシチャイルドのアメリカ代理人ということ。まあ、それがまあ元々、もう私はせめてこれぐらい日本人の常識になってほしいんですけどね。坂の上の雲っていうところにこのシェフの人が出てましたけど、ちなみにこのジェイコフ・シェフっていうのはロシチャイルドのお隣にブランクフルトで住んでいた家の人たちですね。まあ、それぐらいロシチャイルドとシェフは密接につながってるんですけど、まあ、それはもうみんな知らないと。まあ、それがだからこの日露戦争に投資をした男で明治天皇から勲章を授与されてるんですけど、それぐらいとても重要なんですが、まあ、それでさえ日本人はほとんど知らされていないっていうね、まあ、これぐらい、これがだからまさにロシア革命につながってくるわけですね。あとはまあガーター勲章っていう、これもまた重要なんですけど、まあ、だんだん時間もなくなってきたし、ちょっと飛ばさせていただきます。でこれ第二次世界大戦の時のその問題にもロシアルドは大きく関わってますよということで、
まあ、それで、まあ、2.26 事件なんかはその中の象徴だし、ドルゲ事件、太平洋問題調査会も、もともとなんでアメリカと戦争するようになっているのかということが関わって、それまでの日本の仮想敵国はロシアだったわけですが、ここで急に方針転換でアメリカと戦争で世界を全部に当てに相手にするようになったのがまさにここに集約されているわけですが、これもちょっと時間がなくなってきたので、この話しますけれど、あと第二次世界大戦と戦後ということで、まあ、そのことに、今現状、その自民党の中でその力を持っているのは安倍さんと麻生さんですが、それはどちらも岸信介や、吉田茂の孫という、そういう関係になってますということです。このが、まあ、もその中で唯一ある部分唯一かもしれないなという独自情勢は私の中の田中角栄という。田中角栄はただ独自路線で、もともとの彼らが引いた例よりも離れて日本で独自の資源外交とか中国との関係をアメリカに先に出してやったとかということで、まあ、最後はロッキード事件で失脚していくわけですね。まあ、それがまさにこういう、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、ほとんど知らない。私地方にいた時に田中角栄は本当に金権政治家だし、私も嫌いでしたけど、で、もともと土建屋さんは田中角栄は大好きなわけですね。だけどうちのところは単にその、うちはトラックの運転手の息子だったから、まあ、私は田中角栄と全く縁がなかったですけれど、ただまあだからなおさら金権政治ってとんでもないと思ってましたが、ただ彼がやってきたことは何かというと、日本人のお金を日本人が使いたいって、ただそれだけだったわけですね。ただ残念ながらそれは許してくれない。だからそれでもともと田中角栄が離れて、日本のお金はどん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 国外流出をして、もう倒産間近なアメリカにどん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 行ってるわけですね。まあ、それをまあ彼は止めようとしたのかどうかわからないけど、日本人のお金は日本人が使いたい、それだけのことでやられちゃった。ちなみにこれはまさにロシアでプーチンが怒っていることと同じですね。で、これは日本の新聞の鬼塚さんでね、もともとここで戦争は全て八百長であるということを本人が言ってますからね、ちょっとそれは聞いてください。戦争というものの実態はですね、物事は全て必然性があるんです。大きな出来事は偶然性で発生するものは何でもありません。第一次世界大戦も、今言った第二次世界大戦も全部八百長なんです。八百長システムが見事に働けば戦争は長引くんです。戦争は長引くんです。だからモルマンディ上陸作戦というのがあります。あれは戦争が第二次、世界大戦が始まって時にすぐルーズベルトが、ね、勝利の計画というのを立てます。ウィリマイヤーという優秀な男が、まあ、あれなのでこのくらいしてきますけどね。ウィリマイヤーは戦争、もともとのこの話はここに出てるんですけどね、日本の真相という鬼塚さんも死んじゃいましたけれど、まあ、ここで喋、ってる その YouTube に上がってる動画がこれで、でこの後に彼が何を言ってるかというと、人の命を何とも思わない人たちがゴロゴロいると。あとその日本の政治家とか外国の政治家も含めてコンプラドールですね。コンプラドールという言葉は最近どなたか使ってましたが、ここでもじゃあ一応それを触発されてここに紹介させていただいて、で彼が書いた本はここに20世紀のファーストというのがこの本ですね。あと天皇のドザルよという、まさにその、まあ、第二次世界大戦、天皇20世紀のファーストはまずそのもともと第二次世界大戦からなんで朝鮮戦争まで発展したのかということが、まあ、その上下界にわたって、これで上ですけど、これが半分ですけど、それが書かれているという、まあ、そういう方が別府にいらっしゃったということも紹介です。あ、ちなみに私は鬼塚さんと東京にいるべきから、鬼塚さん何ヶ月に1回東京の四ツ谷のお寺で講演会やってたんですね。だからまあそこで鬼塚さんご本人に会ったんです。まあ皆さんは教育で応援になっている方とかいる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、私は東京でお会いして、それで鬼塚さん別府にいらっしゃったので、それで鬼塚さんの地元はどんなところかなということもあってここに来ました。であと初代ニューポートプロジェクトの意味は、まあ、これ世界革命行動計画で、ニューワールドオーダー、先ほど言ったピラミッドの礎さってですね、これをだから、まあ、彼らがやろうとしている。これはだから言ってみれば、まあワンワールド、ニューワールドオブダーは、もうこれ別に言い方はワンワールド。で、ワンワールドは実はジャンルに乗ると必ずワンワールドって、あれ同じワンワールドですね。で、それはもともとその刷り込みでジャルミのところに言わせてるわけですけれど、ワンワールド。それは既存政府の廃止と世界統一政府の樹立っていうのがもともと彼らの目的で、
で次に私有財産とその遺産相続の廃止と。で共産主義、今岸田総理で新しい資本主義と言ってるのは実は共産主義、これは楽天の三木谷さんがカッパして言ってますけど、これはもう共産主義のことなんです。で将来こっちに向かっていくと。あと愛国心と民族意識の根絶で雑誌館潜れるワンチーム、ワンチームは皆さんがここでやったラグビーのあのワンチームですね。だからこれもまたまた刷り込みですね。で家族制度と結婚制度の撤廃と子どものコミュニティ教育の実現、 LGBT ゲイとかなんとかってみんな言ってるの、あのテレビの中にその変わった人が出てるのはみんなこの制度ですね。であとは既存宗教の廃止と、でユダヤ、キリスト、イスラム教の統一と。でちなみにロスチャイルドはユダヤ教じゃないんですね。あの人たちは無神論者で、もっと言えば悪魔教なわけですね。だからもともと彼らは別にユダヤ人のことちとも思ってないけど、ユダヤ教はどうなったのかだと思う。だからもうすでにシンボル的にユダヤ、キリスト、イスラムを統合したものがイスラエル の、 そのフリーメイソンのところでそのマークができてますよということを、あのやりすぎ工事都市伝説の関明夫がもう5年ぐらい以上前だと思いますとテレビやってましたね。あとまあ神社の内の争いもまさにこのところと関係しているというように言えるんじゃないかと私は思います。でちなみに世界革命行動計画というのは250年前の計画なんですけど、まあ、その中の6番が私の富の力をいかなる高校した力によって損なわれないような操作を獲得するときまで表面化しないように保たれなければならない。戦略計画の基本路線から外れることは何世紀にも及ぶ栄誉を無にする危険性がある。で、私が2008年にロンドンの市政に行ったときにロシアルドギルが見つからなかった理由はこれなわけですね。表に出ちゃいけないわけです。表に出ちゃいけませんよね。だって A チーム、B チームでお互い喧嘩させて、エージェント使ってやってるわけですから、こんなのバレれば怒られるわけで。それがバレないように彼らはずっと隠れて隠れて目立たないようにしてたわけですね。それが巨大な建物を作ったということは、もうそれはもう、もうそれなりの準備が万端にできました。それがね、さっきのこの、ニューワールドオーダーは、本当に進めますよっていうのが今のわけですね。ということで、ここまでが私が言いたいかったかということですが、ここから先が皆さんが大好きなロックフェラーの薬の話ですね。コロナの話です。これですね。やっと1時間、まあ大体予定の時間って予定の時間かな。で、ロックフェラー、このちなみにこれ、私あれだから、この中の重要なのは、これと同じものがあると、またこのワインと同じように回してもらっていいですか。でロックフェラー家というのは、そのまあ19世紀のアメリカの財閥ですけど、ロシチャルドのアメリカ団員、ロシチャルドから見るワンランク下の人ですね。まあ、それで、まあ、世界的な財閥で、そのまあロックフェラー的な石油ですね。エクソンとかモービルとかっていう、まあ、石油軍需産油、金融とかで、でそれ で、 で、この数年前までは、数年前までは、あれです。デイビッド・ロックフェラーという人が有名です。ちなみにデイビッド・ロックフェラーはこの中に映ってますので、ね、これ、後で説明しますけど、まあ、デイビッド・ロックフェラーがその当主ということで、まあ、モルガン、メロンのような米国三大財閥の人で、でダニエとこういったギルマンって、まあ、これが、まあ、次のパンデミック の、まあ、そのシナリオプランニングで、2026とか2028って書いてあるんですけれど、まあ、これが、まあ、この、シナリオプランニングを出しているのが、ここの、ジョンズ・ホプキンス大学、まあ、この名で出てると、まあ、日本で出るのは尾身さんという日本人ですけど、彼のバックはジョンズ・ホプキンス大学と、コロナがどれだけその数が多いか統計取っているのはこの大学ですけど、その初代総長がダニエル・コイト・ギルマンという方ですけど、この方はそのスカール&ボーズの創設者で、もうロックフェラーと大体、初代のロックフェラーと大体同じぐらいの時期に活動したという方なんですね。まあ、その方が、まあ、このコロナの問題になっている大学の総長で、また次のところでご紹介しますが、まさにそのジョンズ・ホプキンス大学の衛生部門がロックフェラー財団のから出てきたということが、まあ、大事なんじゃないかなと思います。あとはデイビッド・ロックフェラーの日米欧三極委員会ということ、これがまあ日本のその元もアメリカから降りてくる対日指令の、まあ、その受け皿ですね。まあ、それで、まあ、三極委員会 TC トライラテラルコミッション、まあ、昔はだから日本が1972年にできたので日米欧と言ってくれましたが、今はもうどん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 日本が没落して中国が台頭してくるので、まあ、アジアということでもう日米欧が外れて三極委員会という名前になってますけれども、ここがもともと重要な組織ということで、でこの TC のメンバーは宮沢さんとか尾形さんとか森田さんとか田中さんとか、この皆さんが聞けばそういう有名な人がここに
載ってます。ここがまあ見てみればそのアメリカの資料の受け皿みたいになってる、まあ、エリートさんがここで受けてどんどん日本の法律を変えていくという構造になってます。あとはまあこの次の1989年 の、 そのベルリン崩壊の前の三極委員会がモスクワで開催されたと。この三極委員会というのは西側 の、 その委員会のはずなのになぜかモスクワで開催されたということが重要で、この出席者がそのまさにデイビッド・ロックフェラー、ジョージ・バートン、ゴルバチョフ、ジスカール・デスタン、ヘンリー・キッシンジャー、中曽根、大川原芳雄、ここに写っているのが皆さん、これがここのメンバー、順番にということになります。ということで、この後、この三極委員会のモスクワの会合の後に、これがあのベルリンが崩壊をして、それで東欧が崩壊をして、それが崩壊をしていった。まあ、今のウクライナ戦争も、まさにこの時ゴルバチョフが、あのにはにこの西側の人たちはその NATO を拡大しないと約束をしたというようにその言ってるんですが、まあ、それはだから、まあ、それが正しいのか正しくないのかよくわからないんですけれど、まあ、それが今 の、 そのウクライナ戦争の背景にあるわけですけれど、その時の会合がこれですけれど、なぜその西側 の、 その、こういうその秘密結社 の、 その団体の委員会がモスクワで開催されるようになった。実はこれは先ほどご紹介をしたロックフェラー財団のレポートとも同じような構造があるわけなんですが、これがとても重要なんじゃないかと思ってそのご紹介をします。次はロックフェラー財団ですね。彼らはロックフェラー家とかそういうその人たちをお金払いたくないので、みんな財団に入れちゃうわけですね。でそれでまあ財団で適当にお金を使っていると、税金をどうやって払わないようにするためのまあ組織ということで、まあ、その中でまあいろんなこの財団でお金を集めてする。でまあ、ウィキペディアの中には戦前はナチスにもこのロケベア財団はその行われました。これはウィキペディアだからここにご紹介したんですが、私たちの陰謀論の本ではこれ常識で、ロケフェラー財団は先ほどご紹介をした A チーム、B チームということで、彼らとすれば、それはまあ、マルクスとか、そのレーニンとか、トロツキにお金を出していたように、まあ、A チーム、B チームでナチスにも当然お金を払って資金提供するということで、まあ、そういうことの一つでその戦前はナチスを行っていた、まあ、その財団 の、 その助成を受けてジョンズ・ホップキンス大学の公衆衛生大学院がこの大学の中に設置されて、まさに今活躍しているコロナで活躍している、まあ、部門はここですよね。公衆衛生ですからね、まあ、それはもうロックフェラー財団 の、 その密接に関係していると。まあ、もともとはその今日この本自身はちょっと置いてきちゃったし、このカバンの中にあったあれですけど、医療殺戮とかこのもともと世界の権力構造の謎とかユースタス・マリンさんの本があるんですけど、これも太田さんが見出した人なんですけれど、これもともとその中で彼が書いているのは、その財団は慈善事業を営んでいるけど税金を免除された犯罪シンジケート、ロックフェラー財団はロックフェラートラス企業なんだ、シンジケートなんだというようなことが書かれていた。まあ、ちなみにこのコロナの関係でこの医療殺戮という本が また復刻されて去年か一昨年ぐらい出てるんですけど、まあ、残念ながらこの本に書かれているのは一番大事な九州の医療学会とロックフェラーシンジケートのことがこの日本語になってないんですね。この英語になっている文章はPDF になってそのネットに上がっているので、私はそれを機械翻訳を見かけて読んでみましたけれど、もともとその大事なところは残念ながらここには載ってないなと。あともう一つ言いたいのは、私はこういう活動をしているので、昔はフィナンシャルタイムズの英語を取って、もうずっともうそれこそリーマンショックの時にはフィナンシャルタイムズの英語をずっと自分ちょっと取ってましたが、リーマンなんかリーマンありませんが、当時英語がたくさん並んでいてもフィナンシャルタイムズの英語ではっきり言って読めるのはタイトル見出しだけなんですね。で、まあ、そうそう 3.11 の時にメルトダウンという英語はフィナンシャルタイムズの英語の中には初日に出てました。もう日本でメルトダウンって2ヶ月か3ヶ月後だったと思いますけど、英語の新聞ではその初日に出てましたね。まあ、それぐらい英語はとても重要なんですが、残念ながら日本人は英語がわからない。ただ今機械翻訳にかけると読めると、これがまた凄まじい今の世の中なわけですね。それで、まあ、今私がこのロックフェラー財団のレポートを喋るのもその機械翻訳のお金なわけですね。もうそれがないとやっぱり英語では分かんないですよね。その医療殺戮のこの8章、9章、10章もまさに英語を日本語にして読みましたけれど、まあ、それぐらい。ちなみに言葉がどん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 翻訳されて一つになるっていうのの、その先もバベルの塔の話になってくるわけなんですよ
ね。それはだから喜ばしい話だけれど、だん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 やっぱりニューワールドオーダーが近づいてくるということの一つの象徴なわけですね。まあ、ちなみに、まあ、ロックフェラー財団のその話で、これで今日のこれがミニテーパーであれで、あ、そう、でこの先ほどの質問の中 その16ページの図が、皆さんにここを見てくださいって、これがこれですね。これで、まあ、もともとこのシナリオプランニング、これはだから今ウクライナも戦争もそうだし、みんな鬼塚さんが八百長中ぐらいで、ちなみにこれはだから10年前のレポート、今じゃない、10年前のレポート、10年前のレポートが今現実になる、こういう具体的関係になっているんですね。でこれがもともとこのロックフェラー財団がそのピーター・シュワルツという人 その専門家に頼んで書いて、ただ彼らが書いてもらう大体そのレポートって大体似たり寄ったり同じようなことが書いてあるということですね。でこれでもともとこの4つ の枠を作って、その4つの枠をそれぞれこう説明しているということが、先ほど皆さんのところに回していただいたそのこのレポート全体の構成がそういう構成になっているんですね。このでそれは4つの枠をどういうふうに分けるかというと、そのグローバル性質の経済のアライメント、これがだからもともとそれがこれがこのディクト、こっちのアラインメントとか、こっち縦ですよね、これ。これがだから、もともと、国家権力が強いか弱いかっていうところが、もともとの縦軸で、で、こちらが適応能力、適応性のある能力、適応能力ということが、これが、ここの資料のこの横ですね。この横、これで4つ分けて、で、一番最初のロックステップっていうのの枠を作って、次にクレバートギャザーっていう枠を作って、次にハックアタックという枠を作って、次にスマートスクランブルという枠を作るという、このそれぞれ その説明について、確か、ちょっと最近やってないから、これかな。この物語、ヘッドライン、事前活動の役割、技術、生活、ライフという、このそれぞれ その5項目に分けて、それぞれ解説をしているわけですね。で、あまりにもたくさんなので、もう私はまあ省略をさせてもらって、で基本的にこのロックフェラー財団のレポートはいろんなところで取り上げられてますが、実際に例えばもともとそういえば若林さんが、1、2週間前のところに行ったあの谷本、呉の谷本議員のところで、呉の谷本議員は釧路のエアドゥ事件から降ろされちゃった、マスクをしないということで降ろされちゃった議員ですけど、その谷本議員と一緒に降ろされちゃったその、まあ、ジャーナリストの人が高橋清隆君というのがいいんですけれど、彼がもともとそのデイビッド・アイクという太田龍さんがもともと日本に呼んだりをして、まあ、割と支持をしていたその陰謀論の人がいるんですけど、そのデイビッド・アイクが2年くらい前に書いたアンサーという本の翻訳をしているわけですね。でこの中にまさにこのロックフェラー財団のレポートのことが書かれているんですけれど、まあ、それで私もこの今回 その資料の中の翻訳として付けさせていただいているんですが、ただ残念ながらこのもともとロックフェラー財団のこのレポートは書かれているのは実はこの4つのマグのうちのここのロックステップの一番最初のところだけなんですね。でこれこの本でも書かれているのは実際このただこれが重要だっていうのは間違いなくて、これがもともとこのことが書かれているということで、まあ、それでまあでちなみにこの4つのこの枠はこれ若林さんの裁判とも関係するんですね。実はこの英語の新聞でなんでコロナなのになんでこれは若林さんの裁判と関係するのかですけど、まさにこの図がとても意味がある、もう深いなんていうことですね。で、もうできるだけこの図を参考にしながら、私がこの図 で読もうと、ここに書いてあることを読もうと思いますが、資料でいくと、21ページですね。で、結局その、20ページか、まず、この6ステップのところは、その国家権力が強いというか、適応能力が低いというところで、でこれで、まあ、これは20ページの概略で書かさせていただいてますけど、これは、まあ、中国がうまくいったということがここで、まあ、ここで私が書いたのは6ペースステップ、限られた革新と成長する市民のプッシュバックで、より厳しいトップダウンの政府の制御と、より独裁的なリーダーシップの世界、でこれがまあモデルとしてうまくいったというのは中国のことを称えているわけですね。で次にこのクレーパートギャザーというのは、国家権力も強いし、適応能力も高いと。これが
次に書かれているんですけど、私はここで書いたのは、将来の国家観、このクレバートギャザーというのは、まさに先ほどのご紹介をした1ドル札のニューワールドオーダー、緊張、緊急および定着した勝利された問題の両方に対処するための高度に調整され、成功した戦略が出現した世界。でここにワクチンに関する記述がちょっとあるんですね。このロクフェラー財団のレポートです。これです。でこの次 の, そのハークアタックというのがその3番目なんですけど、これは国家権力も弱いし、適応能力も弱いと、まあ、そういう、まあ、言ってみれば、これは現在の貧困国ですね、まあ、後進国、アフリカとかなんかの国のようなことが一つの象徴なんじゃないかと思いますが、ここに書いてあるのは、まあ、政府が弱体化し、犯罪が繁栄し、危険な革新が出現する、経済的に不安定でショックを受けやすい社会、これは後進国。でこのスマートスクランブルの最後 でここは個人やコミュニティがローカライズされたその場しのぎの解決策を開発する経済的に落ち込んだ社会ということで、これはもともと国家権力が弱いけれど適応能力が高いということ でここのところが言ってみれば日本とか先進国はここに当たるわけですね。でもともとこれで後でご紹介を示しますがここ その日本とか西欧諸国がコロナに対応するためには中国のような強権国家にならなきゃいけないということで目指せ、こちらを目指せということがまさにここのところで象徴的に書かれていて、で将来はニューワールドオーダー、みんなでだからおとなしく従いましょうと、まあ、そのコロナがあろうがワクチンがあろうがパスポートがあろうがそんなことに文句を言わずに従いましょうがまさにこれになるわけですね。でここのところを紹介するときに、ここにいる皆さんはここにない人たちから見、ここの人たちから見ると、ここに来ているということは半分疑問に思っていることだから、やっぱりそれはいけないんじゃないかという話になるかもしれないというね。まあ、そのぐらい彼らも一番のことを意味しているわけですね。まあ、それはね、もともと今とこことここの関係がその重要ですよということで、まあ、ここの2つをこう、この図を残しながら、このロックフェラー財団のレポートのロックステップのところで書いてあるところを読んでいきたいと思いますが、そうか21ページのところに書いてあるところですね。で21ページで2012年、世界が何年も予想しているパンデミックがついに発生した。2009年の HANI とは異なり、野鳥の牙鳥に由来するこのインフルエンザ株は非常に毒性が高く致命的だった。最もパンデミックに準備された国でさえ、ウイルスが世界中に感染し、世界人口の 20% 近くに感染し、わずか7ヶ月で800万人が死亡し、その大半が健康な若い成人を殺した時とすぐに圧倒された。パンデミックはまた経済的に致命的な影響を与えた。人と物資の両方の国際的な活動が停止し、観光や世界的なサプライチェーンを破壊し、産業は衰退していった。地元でも通常は賑やかなお店を伏せびれは、従業員と顧客の両方なくなり、何ヶ月も空っぽになったということがここに書かれているわけですね。わずか7ヶ月で800万人が死亡したはちょっとオーバーですが、それ以外のところは大体コロナで起きたことがあっているんじゃないかなという状況になります。で、22ページですね。パンデミックは地球を襲ったが、アフリカ、東南アジア、中米では不均衡な数が死亡し、公式の封じ込みのプロトコルがない場合、ウイルスが山火事のように広がった。しかし先進国でも封じ込みは難しいものだった。米国の最初の飛行を強く落胆させる政策は、その寛大さの中で致命的であることが判明し、米国内だけでなく国境を越えてウイルスの拡散を拡散したということだ。ここにはまだここまでは中国が出てないんですが、その次が中国なんですね。しかしいくつかの国はよくやった。特に中国は特別に。中国政府の原市民に対する強制隔離の素早い強制と執行、および全国の国境の即日的で密閉に近い閉鎖は、数百万人の命を救い、他の国よりもはるかに早いウイルスの拡散を阻止し、パンデミック後の迅速な回復を可能にした。ということです。あとはもうその次にパンデミックの後の世界中の国家指導者は、自分たちの権限を変更し、鉄道駅やスーパーマーケットなどの共同空間の入り口で、強制的なマスク着用から対応検査に至るまでの隙のない規制と制限を課したと。これは22ページのところに書いてあるんですけど、中国がうまくいったっていうところがやっぱり重要なわけですね。で、なんで中国がうまくいったかっていうのは、権威主義的な統制と市民に対する活動の監視と
まさに強権的なその国家ということで、それがまあもともとロックフェラー財閥、アメリカの財閥のレポートなのに中国が持ち上げていると。ちなみにその太田先生たち の, そのここの話は、この話を聞いたときに私はキグリー教授、先ほどの私がロシア人 の, その年表の時とも関わるものですけど、このキグリー教授というその1960年代の本の悲劇と希望、トレジャディー・オブ・アンド・ホープと悲劇と希望という本の、まあ、それも元々もこの中で書かれていたりとか、まあ、これは英語なのでさすがに機械翻訳があるとはいえ1000ページの英語は読めないので、このした漫画、太田先生のこのこれなんですね、世界の歴史を金で動かす男たちと、この本を翻訳あの要約した本がこの本なんですけど、まあ、その本の中でもやっぱり中華人民共和国をその設立したのはまさにロッチャイルド、ロックフェラー、アメリカの財閥だと書いてるわけですね。まあ、それがだからまあ皆さん中国とそのアメリカが米中対立で喧嘩してるって言ってるけれど、中華人民共和国を作ったのはアメリカの財閥で、まさにこういう人たちが作って、だから中国がうまくいったと、もっともっと強権的なその国家体制にして中国みたいになりなさいと、そういうことをこのレポートは示唆をしていて、実際西側の国はここにいるわけなんですが、目指せ中国ということで、どん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 その強権的な国家、まだ日本はそこまで行ってないですけど、日本のテーマはまさに日本国憲法の中に緊急事態条項が入ると目指せ中国と中国に入るわけです。まあ、それぐらい心図はすごく象徴的 で、実はこれは若林さんの裁判と関わってくるわけですね。で、若林さんの裁判で私が言って、私は自分でちなみにあの訴状を書いたわけじゃなくて、あのワクチンの反対運動をやっている大阪の木原弁護士って若い人が書いた訴状を、私はその若林さん用に置いた場合にアレンジして、まあ、言ってみればパクったわけですね。で、パクった時に、まあ、その時まで分かんなかったですけど、インフルエンザ特措法はマスクとかそういったものは全部あの強制できないその法律になっているわけです。で、強制できない法律になっているのはまさにその理由は日本国憲法があるからなんですね。で、その周りではいろんな圧力とか忖度とかみんなで決まったことだろうということで強制させようとしますが、法律は日本国憲法がある以上マスクも何も全部努力義務だから、ここになるわけですね。で、これが日本国憲法の中に緊急事態条項が入って、コロナをこの対策をするためにはもう何でもやるんだというようになるとこっちに行くわけですね。でもまだこれなの で、それでまあああいう裁判ができるわけですけれど、まあ、将来あの別に日本だけじゃなくて、そのアメリカもヨーロッパ、イギリスなんかもヨーロッパの一つ国々もみんな目指して中国でこっちに向かおうとしているわけです。日本もその中の一つです。まあ、それがこの図の中から読み取れる。それぐらいこの図はすごく意味が奥が深くて重要です。でこれはだから、今度はこれが、まあ、プレバーとやつ、ニューワールドオーダー。悲劇の希望の悲劇は、これは歯向かうから悲劇になるんで、まあ、それはあのホープはみんなもうしょうがないから従い、オベイっていう、オベイが、英語でオベイが従うんですけど、従いなさいっていう。まさにこれを象徴している本がまさにこの本なんですね。でこれが今、中国に、西側はこっちに向かってるけど、次にここに向かう、こういう順番になってる。これが今まさにこのせめぎ合いになっていて、そのことの象徴がこのロックフェラー財団のレポートに書いてある。あとはまあワクチンとかの話は、まあ、ほんのちょっとしか書いてないんですけど、50年前だから。あとはまあ、確かこの中に、いくつか、ここの、このワクチンの中の、ワクチンで一番問題になるのは、まあこれは、いろんな説があって何が正しいのか私が分かってるわけじゃないですけれど、よくネットで言われてるのは三角ラビンですね。まあ、そのワクチンの中に何か異物が入ってるんじゃないかということで、あれがだからもともと将来は、今パソコンこれ線でつないでますが、今どんどん進んでるのはそのパソコンとそのプロ、この機械は何でもその私はキーボードをつなげてますけど、Bluetooth でつなげてますんで、だからその線がなくてもつながるって電子信号で、あれが将来そのワクチンの中に入っている酸化グラフィンが、それはもともとこういう金属反応でそのコンピューターとつながるんじゃないかと、まあ、そう言われていて、
まあ、あの、わかりませんが、まあ、多分将来的には間違いないだろうなと私は思いますね。ただ今それが入ってるかはちょっとわからないですね。で、一番の問題は、これはもう細川先生と話をするときに、細川先生と、あとまた私は東京の時から高野上礼さん知ってますけどね、高野上礼さん、長寿院さんのところで一緒に2人で出会ったりとかしてましたから、あんな風になる前のおとなしかった高野上さんの時代でしたけれども、まあ、高野上さんも言ってるんですけど、あの、もともとワクチンを打って磁石で腕がくっつくって写真がありますよね。あれは私はあれは多分まだ早いんじゃないかなと思うわけですね。まあ、何が本当か私もわからないですけれど、ただ将来的にはそういうコンピューターと人間をつなぐっていう話がやっぱり将来的にはもう課題になってきた。それは10年前のこのレポートの中に、まあ、ちょっとですけどね、まあ、先着23ページのところの先進国では監視された社会ということで、全市民に生体認証 ID ということで、これは多分そのコンピューターとつなぐ機械ということになってくるんだろうな、それを象徴しているんだろうなというように思います。まあ、その前のところには監視社会ということで、プライバシーの放棄ということで、まあ、監視社会になるには徹底的に、中国もそうでしたけど、その GPS につけて徹底的に監視をするということがまさに問題になるわけですけど、それはもう10年前のレポートで予告されていたと。あとはまあ、そうそう、あの、機械の関係は24ページですね。これも全部6ステップのところの説明ですけど、まあ、高度の機能的な磁気共鳴画像の技術を使用したスキャナー、反社会的な意図を示す可能性のある異常行動を検出するためということで、まあ、だから彼らからすると申し訳ありませんが、皆さんこんなにたくさん来ていただいているのに言ってるのにこんなこと言うのは申し訳ないけれども、彼らが言っているロケブラザイザーの中の反社会的な意図、アンティソーシャルインテントって申し訳ないけど、多分皆さんもご存知と思いますが、まあ、2個と聞かないということで、普通の2個と聞かないことは私はとっても大事で、私もワクチン打ってないけれど、いつまでも握られるかどうかが次の課題になるんだろうなと思いますが、まあ、そんなことは、まあ、このなんかいくつか の、 その技術の中で、まあ、そういうその人間 の、 そのコンピューターをつなぐ技術 の、 その予兆みたいなものが書かれているということで、まあ、ここ の、 その、24ページのところ の、 そのご紹介、まあ、それぐらいこの図はとても重要で、実は若林さんの裁判とも象徴するんですよということのご紹介でした。あ、まあ、だんだん質疑の時間はい、質疑の時間大丈夫大丈夫、もうすぐ大丈夫これでここでここまで終わりましたからね。あともう25段と5ページぐらいね。でロックフェラー財団のレポートに続ける、まあ、シナリオプランニングで、大体こういうのはだから、まあ、パッと決まるんじゃなくて、ずっと前からシナリオがあってそれが現実化していくということで、まあ、それはまあ日本の場合には先ほどの三極委員会の短事例の年次改革要望書でどんどん掘りかかっていって、日本がひどいになっていると、日本のお金がどんどんアメリカに行っているということが、これもこういうのの一つで、こんなのことはしょっちゅうありますよと。こういう思想はまさに優生学、人権、人口削減、マルサスという、もともとこれはまあ極端な話、まあ、マルサスって人がこのまま人が増えすぎちゃうと食料がなくなってそのやっていけなくなるということで、その人口削減のことをマルサスの人が言ってるわけですけど、まあ、西洋 の、 そのエリートの人たちはこのマルサス大好きなんですね。経済学者の人がアダム・スミスが大好きなようにマルサスはこれエリートの人たちが大好きで、まあ、それは貧乏人とそういった人たちはそのまま整理されてもしょうがないという優生思想を彼らが持ってるということが紹介、太田先生の本の中で紹介されています。2010年のレポートの前にローマクラブ、成長の限界とかグローバル2000というのが、もともといろんな本もボロボロだけど、一番ボロボロなのがこのジョン・コールマンさんの教授の予兆というね、太田先生がもともと書いているその簡約したその本ですけど、この中でコロナの、まあ、コロナを生物兵器ということを前提にしなきゃあるんですけど、生物兵器のこともキャッシュレス社会のこともコンピューター社会のことも、まあ、あと福音派というね、ハルマゲドン大好きな宗教のことも全部ここに大体意識書かれているということですね。あとまあそれでその中にローマクラブの成長の限界とグローバル2000と、まあ、その中にアングロサクソンミッションで、まあまあ極端な話、この本の中で書かれているのはあんまり言いたくありませんが、ユースレスイーターというね、まあ、無駄飯食いというね、そういう人たちを整理をするんだということが書かれていて、まあ、本当に現実になるかどうかと、まあ、本当になっちゃったらごめんなさいですけれど、まあ、彼らはそういう思いがあるかもしれないということですね。あとはアングロサクソンミッションというのがもともとの2010年レポートの前に、イギリスのシティの中でやっぱり同じような話がありましたという、まあ、ちょっと今日も時間もないからこう飛ばしちゃいますけれど、このレポートの後で何があったかというと、コンテージョン、
もうご覧になった方いらっしゃると思いますけど、ハリウッド映画ですよね。まあ、パンデミックのそのことをわざわざ予行演習みたいな形で映画にしてるわけですけど、まあ、彼らはよくこういうことをしますということと、あとイベント201って2011年にダボス会議とジョンズ・ホプキンス大学と、まあ、ミル・ゲイツの財団と3社でこの予行演習 の、 その、 あのシミュレーションのイベントをやりましたと。あとこれがだからコロナ の、 そ の、 あのワクチンとワクチンパスポートの話で IT20 年計画でこれは獣の666で将来60億になってくるんじゃないかと。まだ今のところはそこまではっきりしないですが、そうなる予兆は十分あるんじゃないかと。あと、まあ、あの池田先生がいらっしゃった時に私が話をしたもう一つのことは、実は製薬会社は皆ロックフェラーロックシャイドの関連会社ですよと。私の第一感ではファイザーはロックフェラーだろうなと。モデルになって新興財団、あの製薬会社はビル・ゲイツだろうなと。アストラゼネカはイギリスなので、これはまあ、この、第二次世界大戦のヒトラーのイーゲー・ファルベンという化学会社に対抗したのがイギリスの ICI、インペリアル・ケミカル・インダストリーかな、大英化学会社の中から分かれたのがアストラゼネカなんですが、これはもうロフシアルだろうなという、まあ、製薬会社でいろんなところで問題になっている会社をたどっていく。別に製薬会社に限らず、いろんな大企業をたどっていくと、まあ、大体ロックフェラー、ロスチャイルドを集約されると。もうロックフェラーとロスチャイルドと比べると、ロスチャイルド、だから、ロスチャイルド、ロックフェラーに集約されてくるだろうなと、まあ、そうは思います。まあ、そんなものが、まあ、はっきり言ってろくなもんじゃないだろうなというのが私の意見です。まあ、せっかくな、その、私のここのところは薬は、あのアバウトの話なので、また機会があれば、もうちょっとあのコロナの問題に詳しい、私をにあの若林さんを紹介したお医者なんか一番いいんじゃないかと思いますが、機会があれば、そういう人に話をしてもらえればと思います。でちなみにあの、太田先生の講演録の中で、まあ、すごくあの、まあ、当時生きてる時には知らなかったですけど、講演録の中で太田先生が強調していたのは、このゴーレムですよね。もともとそのユダヤの問題に詳しい人はゴーレムという言葉をご存知だと思いますけど、ゴーレムというね、泥人形のことなんですけど、これがだからまさに今のそのトランスヒューマン、世の中を全部自然も人間も変えるんだということのその根本思想でゴーレム、まあ、ちょっと詳しくあの説明してる時間がないので、まあ、この単語だけ覚えておいてもらえればと思いますが、まさにトランスヒューマンで人間と AI の融合というね、それはまあ太田先生が生きているときにこういう話をゴーレムの話の延長で言ってましたね。まあ、それぐらいもう彼だとすればもちろんもうずっとやっぱりシナリオプランニング10年前からも彼が考えていたと。で次で、まあ、最後じゃあまた来もうだんだん時間があれなのでロスチャイルドと中国米中対立がウソ800だということが私が言いたいんですけど、これがロンドンシティと中国との連携ということで、まあ、これはシティオブロンドンというそのシティの中の重要なあの、ま、町のところと、中国がもう もうそれこそリーマンショックの後ぐらいからずっと密接に関わってきてたというレポートがここに書かれていて、まあ、そういうところのその延長ですね。まあ、2008年、2013年ということで、まあ、ロンドンと、言ってみれば、先ほどの A チーム、B チームの、で、奥の院はつながっているけど、実の奥の院はロシアルドのいるロンドンシティなわけですね。で、ロンドンシティは今までアメリカを使う、これユーロダラっていうんですけど、あユーロダラーで、あとオイルダラーというところにかかってくるんですけど、これはロンドンシティとアメリカとの関係なんですが、シティと中国との関係が A チーム、B チーム、奥の院で、どれだ、それが米中対立のもともとの根源じゃないかと、私は思うんですね。まあ、こういうことの延長の中に、まあ、その金の恵みというゴールドフィキシングという、もともと5社しか、そのロスチャイルドの黄金の間で2004年ぐらいまでそこで決めてた。私がなんでロンドンシティの中でロスチャイルドビルを探したいと思ったかというと、そのずっと2004年まではロスチャイルドビルの5人の人で金の値段を決めてたわけです。朝と午前中と午後に。で、その場所がどこなのかって知りたくて、当時は今行きできませんが、当時はお金があったので、ロンドン巡りを4、5回して、ぐるぐる回ったわけ、シティの街をぐるぐる回ったわけですね。で、ぐるぐる回って初めてロンドンロスチャイルドビルが見つかったっていうのが私が言いたいことで、今は簡単に見つかるけど、昔は見つからなかったと。ここが重要だっていう。その中に中国が入ってきたっていうのがこのレポートですね。もともと今までは中国なんか全く相手にされなかったけれど、2015年3月から月の恵みの中、もともとロシアルドが撤退をして、もうロシアルドの関係の欧米のその、メガの金融機関が、そのゴールドマンサックスとかそういうメガの金融機関が入ってるわけですけど、そこに中国が入ってきたということが、それで米中はちっとも対立してないっていうのが私の意見です。まあ、その中の象徴が実はこれでね。この
これ本人がまさにリブリングをしている。ロスチャード、ジョイズナー、と talk about investing in China and his latest venture, Weather Central here as well. So, Glenn, thank you very much indeed for joining us. I just want to get your views on how things have evolved. Has it become a more open society? Has it become an easier place to do business? Oh, I think it is, no doubt. I think it's a remarkable country. When you think of what has happened in the last 10 years, never mind.英語だからみんなわかんないからこれぐらい知りますが、これ、それのまさにだからイブリン・ロスチャイルドっていうね、まあ、イギリス の、 その言ってみれば、まあ、オーナーさんみたいな、まあ、それは本当は違うけれど、象徴的に言えばそういう有名な人ですね。で、若林さんのブログに、ジェイコブ・ロスチャイルドがヘンリー・メイコさんの話ということが載ってるんですけど、まあ、その2人と、まあ、双璧、イギリス・ロスチャイルドの中の2人が双璧で、そのうちの1人が彼ですけれど、まあ、彼がこのずっとやってると言ってるのは、もともとここの、この赤く赤くついた、I think the challenge also is whether we should move towards international currency ということが、このインターナショナルカレンシーが重要だと。これが先ほどのエコノミストのその街のその燃えているそのお札になるわけですね。ちなみにこれも10年前、2011年の8月で、もう10年以上前の動画なんですけど、それが彼らのやり方は10年前のものがやっと今現実になる。で、それでこれをこのところを日本語に直すと、そして課題はまた我々が新しい国際通貨に向かうべきかどうかと思うのですと。でなぜなら、投機や通貨の複雑性貿易だけでなく、個人の間でも苛立ちを起こしているからですと。今の通貨のシステムでは、どんどん不安定なので、もっと安定させなければいけませんということが、もともとここで言っているわけですね。これがだからまさに今、ドルは基軸通貨ですけれど、その不安定をなんとかしましょうよということを中国に言っているわけですね。その結果、何が起きているかというと、まあ、中央銀行がデジタル通貨を一生懸命検討しましょうで、その中の材料の一つが中国の人民権のデジタル化なわけですね。それがこういうふうにつながってきて、で、これが、そのずっとその延長が、その今年の、その去年の12月から中央銀行ネットワークによる QE から QT への、このは引き締めですね。で、これは、イングランド銀行が去年の12月に金利を上げ、で、今年のその昨日 FRB が金利を上げたと。そこにウクライナの戦争がドッキングをされていたことがまさに問題で、まあ、戦争は八王朝という意味が私はここにあるんじゃないかと思うわけですね。で、ここから先が、まあ、だん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 またすごい話になってきて、ロシチャールドの今後許されず受け入れされる世界ということで、まあ、まさにグレートリセットから、まあ、第三次世界大戦とこの話になってくるんですが、ただまあ、皆さん、そこは安心してください。すぐにはこうはなりませんからね。なるとすると、こっちが先だと思うんですよね。第二のリーマンショック。ただこれも安心してください。私、2015年からこう言ってたら何年起きてませんから。ただまあ、だん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 怪しくなって、もうだんだん目前に来てるかなという感じはなんとなくしますね。で、それで第二のリーマンショックが、それにはだから、まあ、FRB がどん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 金利を上げると、まあ、もともとこれに近づいてくるんじゃないかなと。ちなみに1929年の大恐慌は、イングランド銀行の金利の引き上げを契機にして大恐慌が発生したんですけれど、まあ、それぐらい中央銀行ネットワークはプライベートバンクなので、彼らがやるぞって決めた時にはそのゴーサインエンジンがかかるので、そういう事業いつ来てもおかしくないと、まあ、それにはまさに途方もない財政支出と金融緩和とデリバティブですね。この3つがセットになって、いつでもあとはマッチをどこで組み込むかというような世の中になってます。これが先で、その後にこれが来るんじゃないかなということで、まあ、それで、まあ、もともと前から書いてあったのはトランプのイスラエル そのエルサレム認定ですね。まあ、アメリカ その議会でずっと前から決まってたんですけど、実際にそれを動かしたのはトランプだったわけですけど、トランプは Q アノンの世界で救世主ですけど、私はそのバイデンと同じ一味じゃないかと思いますが、まあ、そういうことはここからまあ私は言えるんじゃないかと。あと、ウクライナ問題の関係でこれを書かさせていただいて、今実際に今回の戦争もどっちが鉄砲撃ったかわからない。大体戦争のスタートっていつも大体そうなんですね。日本の場合の六甲橋事件とか満州事件の時もよくわかんないまま、今から何十年も歴史が経ってみれば、あれは共産党が撃ったとか撃たないとかなんか言ってたりとか、いろんなところでよくわかんないまま戦争が始まると。だん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 それがよくわかんないまま拡大していくということが、まあ、大体今までのそれで、まあ、その結果、その第一次世界大戦後、東西冷戦、ソ連崩壊、融合問題、そして
まあ、この間ずっとロシアはずっとソ連ロシアはその西側にいじめられてきたということですね。まあ、その中 の、 そのプーチンが満を持してまさに2014年 の、 そのソチオリンピックの最中にウクライナの製品があって、でそこで最後プーチンはそのクリミアをそう無理やりクリミアをロシアにとって生命線なのでも う、 そのもうかなり強引だったけれど、ただ民主的な手続きを経た上で、まあ、併合したわけですけれど、まあ、8年経ってまさにそれが次の段階に進んでいるというのが今で、でなんで今なのかっていう、今そのもともとそのあの今の日本のテレビではロシアは政治から排除されるから、まあ、それでもうロシアはもう終わりなんだというふうに言われてますが、所詮スイフトというのは西側の決済なので、西側の決済というのはドルが基軸通貨でドルが価値を持っていて初めて意味があるものなので、ドルが先ほどお話をしたように、まあ、どんどん価値を下落している、もうドルを今までその散々そのニクソンショックの時からドルを野放図にもうすり散らかしているのが今なので、ドルの原価は凄まじいんですね。それをだからもう中国とロシアは見越しているので、たくさん金を買ったりとか、中国のその政府とは別の中国の CPIS というところのもう国債の仕組みを作っているわけですね。だからここからどんどん外してくれるんだったら、どうぞご自由にやってくださいと、ちゃんとも受け皿があるわけ。受け皿があるから別にこの時期にそのもともとプーチンの戦争を起こしているわけですね。まあ、そういう、もうその何も考えないで、その闇雲に戦争なんか誰も起こさなくて、ちゃんとシナリオプランニングでよくよく考えて、まあ、一生懸命我慢したけど不安でと。ただ最後はこれドルの問題。まあ、ドルが弾けると、まあ、何が起きるかというと、実は1991年のソ連の崩壊の全世界版が多分起きると。でソ連の崩壊の時にもうそれこそ通貨は全く役に立たなかったので、彼らが何で生き延びたかというと家庭債務ターチャーなわけですね。だから私はいつも言ってるのは、これからはそのペーパーマネーがどんどん価値はなくなってくので、お金持ちの人はゴールド、シルバーとかの実物ですね。でよくよく思ったら、ゴールド、シルバー、実物だけど、もう一つ大事な実物が実はあるんです。ダイヤモンド、宝石ですね。で、問題は、宝石もちゃんと正しいものを買わないと、まあ、もともと日本で売ってる宝石はどれだけ価値があるか、私はね、結構難しい問題がありますが、それはもともと、実物、お金のある人は、そのペーパーマネーを実物さえに変える必要がある。まあ、そういう時なら私はやってませんが、大してお金もないからやってないんですけどね。でお金がない人は何をするかというと、それはそのソ連が崩壊した時のダーチャと同じように、もうこれからは、まあ、もうそれこそソ連はもう別に政府から除名されても資源がある国はそれは生き延びるし、まあ、逆にあのそんなにいじめるんだったらそのヨーロッパに送っている天然ガスとか石油を送らないぞと言えば向こうもその日を寄って折れちゃうのでね、資金がある国はどんなにその制裁されたってイランだって同じですけど、まあ、その国民はひどい目に遭いますが生き延びるんです。でも資金がない国はもともとグローバリズムで物が自由に行き来する中で、皆さん特に日本なんかその中の象徴ですけど、まあ、まさに GHQ のせいで自給率が 4割まで落とさされてしまって、もうそれこそ貿易がストップした時に一番困るのは実は日本なんですよね。まあ、それに備えてどうしたらいいかっていうと、お金のない人はもう将来的にはスーパーコンビニで物が買えない、少なくともすぐに物が買えなくはならないけれど、どんどん物の値段が上がってだんだん物がなくなっていって、スーパーコンビニで物が買えない時代が来る。それは 3.11 の時に東京で私は実際コンビニで見ましたし、ここだってあったんじゃないかなと思いますけど、コンビニで本当に物がなくなるんですよ、事件が起きると。そういう時代がやってきてもおかしくないだろうなと、まあ、そういう意味では、まあ、私が言いたいのはお金がない人は自分の食べ物は自分で確保するぐらいのコミュニティを作る。もう高藤玲さんも同じのことを言ってて、もの彼女はもっと大きなそれはそう、これは箱のプネプロジェクトっていう、私も同じような思いで言いますけれど、そういうのが必要な時代はやっぱり来るんじゃないかと。ソ連が潰れた時に通貨が使えなくなったけれど、何で彼らが生き延びたかっていうと家庭菜園のダーチャで生き延びた。まあ、それと同じようなことが日本でも、ここ、まあ、それこそ、物の本では、物の値段が上がるのは半年だって、文春かなんかに書いてる記事を見ましたけど、私は半年も前にもっと前に来るんじゃないかなというように思いますが、私はまあ、それはディストピアで、それは機関論者なので、まあ、半年後かもしれませんが、まあ、それなりの準備は必要だろうなと、まあ、そう思って、こういう機会をいただきました。
あとは、まあ、アルバート・パイクっていうね、知ってる人は知ってる話で、まあ、このここの後のこれからの話もまた太田さんが言ってることと、それは最後にまたあれですけども、時間もあれなのでこれだけ紹介して終わりにしますけど、アルバート・パイクの人っていう人が、これは1870年代の南軍の将軍なんですけど、南北戦争の時の南軍の将軍なんですけど、まあ、彼はまあフリーメイソンのトップ階級の意味だという人ですけど、まあ、彼がそのヨーロッパのマチーニとしての間でやり取りをした文章の中には、この3つのね、3つの世界大戦中、まあ、そのうちの2つは終わりましたけど、終わってみればそのまま第一次世界大戦はツァーリズムのロシアの破壊と、これロシア革命のことですけれど、まあ、そのことは言い当ててるんじゃないかと。第二次世界大戦はロシアの東西東側の拡張とパレスチナ、イスラエルの国家の建設というところ、これも半分ぐらい盛り当ててるんじゃないかな。で、3番目は多分これからですけれど、まあ、シオニストアラブとの間 の、 その戦争ということで、まあ、彼が言っていて、まあ、残念ながら、まあ、この2つが実現しているのと同じように、もともと秘密結社の人たちはこれを起こそうと思って今頑張っているうちの一つが、まあ、ウクライナ戦争じゃないかなというように思いました。まあ、すぐには第三次世界大戦にはならないですけれど、まあ、だんだんそういう方向に動いていくんじゃないかという意味では、まあまあ、できるだけ何が準備できるか私も分かってるわけじゃないですけれど、準備はしていく必要があるんじゃないかなと思って、まあ、こういうふうに言いました。まあ、大体こういうのはもう、まあ、知ってる人はね、私の家はクリスチャンだから聖書が近く見えるからこういう話なんですけれど、もともとそのハルマゲドンのエゼキエル・ダニエル氏の新約聖書の6章6章6、その中で予言と当てるものじゃなくて、当てるもの、自分でやるもんだということは彼らが思っていることなんじゃないかなというように思います。はい、じゃあ最後、これは太田先生第三世界のコメントで、今起きている世界はこのことを当たってるんじゃないかな。で、結局米中対立って言われてますけど、米中挟み撃ちで、米中挟み撃ちのターゲットは、まあ、実は、まあ、東アジアで言えば台湾、韓国、日本というね、そういうあれじゃないかなというようなことが太田先生がこの本の簡訳の中の最後の後書きで書いてある内容ですということで、まあ、もう時間もないので、まあ、よかったら読んでください。まあ、別に私はディストピアで真っ黒黒な話なので、別にこれを信じなくてもいいですけれども、まあ、参考にできる部分があれば参考にしていただければなと思います。一応10分しかありません。もうちょっと質問の時間取ろうと思ったんですけど、一応これで私の話は終わりさせていただこうと思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。